ますか？猫だよ。いますね。はい、はい、おはようございます。ちょっと押しちゃってごめんなさいですよ。僕のせいですよ。猫氏の会議がね、はい、ちょっと長引いた、リモート会議があんなに揉めるなんて。お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんもお疲れ様です。お疲れ様です。ごめんなさいね、なんかタミちゃんと配信時間かぶってしまっており、はい、右の耳でミヤゾー、左の耳でタミを聞いてみんな聖徳太子になろう。おお、目指そう目指そう目指そう。はい、チャレンジ企画。そうです。チャレンジ企画です、今日は。はい、ではまずご挨拶からさせていただきます。みんなおはみよー。ふんふん。はい、みやたみチャンネルのみやの方、みんなに会いたいニャーチャル声優のみやぞーです。そしてこちらが猫兄さんこと猫ちゃんです。猫だよ。今日からあれですよ、はい、名前が、はいはい、ネームタグが猫に変わりました。ありがとうございます。スパルタンミヤネコさんから猫に変わりました。にこれは昇格なんですか？これは昇格ですね。まあ、猫だよがちょっと有名になったので。人気になったんで。なんかあれですかね、うん、ノミネートとかされたんですかね。流行語大賞にね、ミミミン流行語大賞に勝手にノミネートしたの。ノミネートした。ありがとうございます。猫です。皆様よろしくお願いします。お願いします。はい、でおはみみを返してくれた今日出席者の皆さんを、よいこちゃんの名前を呼んでいきたいと思います。出席者です。出席者。そうです。分かった。天候です、これは。今日来てますねっていう天候です。よいこのみみみの皆様に。そうです、そうです。のお名前をこうランダムに呼んでいきたいと思います。これ90秒ぐらいでタイムアタックを毎回やっているので、今日も猫ちゃん、時間を計ってください。猫ちゃんの3、2、1スタートでスタートしますよ。3、2、1スタートです。よいしょ。ちょっと目をね、みんなカッピライていかないといけない。カッカッカッ。僕ずっと目閉じれないからカッピライたままなんだよね。いつかまばたきさせてあげたい。コンタクトレンズしてたらと、あ、メガネだから大…いきます。3、2、1スタート。コウメイさん、猫すずりさん、スカゾウさん、トマローザニーさん、イボキウツホさん、ただのベアさん、ソライルカさん、かけひろさん、フロストさん、リョウさん、水原なぎささん、ナロウさん、ゼロ CEO さん、ドブガラスさん、マルイチさん、ヤヨイラブさん、人間力さん、クロンさん、ヒカジライカさん、カサミヤカナタさん、コマンドさん、佐藤武雄さん、マーヤンさん、クモさん、ツキトさん、ホーダシンさん、ボンジンさん、死にかけマリオ君さん、田中太郎坊さん、ニーバさん、ヘボキさん、フーライのリュウさん、みーなせかおるさん、あわわわ、おっさん、赤字のおさぎさん、ひづきさん、みみみん、あ、ゆうすけみみみんさん、ケミーさん、KKK さん、まゆちさん、MK さん、たやさん、あまねこさん、ザッキーさん、ベリアスさん、岡田りゅうやさん、ウィンディーさん、ほずみんさん、ふゆさん、ゴンベさん、からわり職人さん、EOD さん、武蔵小牧さん、神安とポンコツ丸さん、サトバンさん、キサラギアリスさん、たくみさん、シオンさん、ヤスポンさん、バイオローボーさん、課長風月さん、しきとうさん、ひでたともさん、よともさん、アルビノつくだにさん、めかきくらげチャンネルさん、残り15秒。フォースターさん、つぐまきさん、上白あきらさん、ざよいさくらさん、4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 、
お呼びできなかった皆さんも今日は見に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ふう、2回呼んでしまった方がいた気がする。すいません、2人に分裂してください。何をお願いしてるんですか？何をお願いしてるんですか？はい、てなわけで集まってくれた皆さんとですね、今日は桜姫の第2回をやっていきたいと思っております。前回突発でやられてましたね。そうなんですよ、ちょっと我慢できなくてさ、やりたさ乱れ打ちでした。僕のとこに1回、僕のとこに1回連絡来たじゃないですか。うん、やっていいかなっつってね。で、いや、うん、いや、いいとは思うんだけど、うん、そう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 、一応トミちゃんにもあの被らない時間でやるからやっていいかなって言ってお願いしてやらせてもらったのさ。なんか、うん、なんかじゃあ仕込むとか、うん、なんか企画っぽいことするとか言っても、うん、やりたいだけだからってすごい宮蔵が言うからやりたいだけだから、あの本当に本当にやりたいだけだからってなんか圧がすごくてそう、やりたい圧がねやりたいやつがすごかったの。そう、なんで楽しみにしてたんだもん。出れないけど、うん、僕出れないけどいいんじゃないって言って頑張って一人でやるって言って、うん、なんかもうすごかったから圧が、うん、そうでね、前回1年目のお米を収穫するところまでやったんですけど、はいはいはい、その後宮蔵お家でちょっとやったんですよ。はいはいはい、うん、でね、これの経過が、まずあなたをちょっとこちらに移してずるり、じゃん、僕をどこに持っていくつもりだする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 、この辺に見ていただいて、説明したいと思います。あれからどうなった、2年目の田植えをしましたねすごいすごいしっかり書いてあるな。そうでね、かいまるちゃんって言って、うん、赤ちゃんの子がいたのね、はいはい、あの子が突然、うんね、犬を拾ってきまして、おうおう、はい、おうおう、あの子か、そう、あの子が突然犬を抱えてきたの。へえ、で、あの子がそう、あの子がかい、あの犬拾ってきてくれて、で、犬がすごく鼻がいいから鬼の気配がすぐわかると、うん、だから人間も最初に行けるようになりましたっていう感じで、最終場所に、はいはいはい、あの誰か一人、うん、最終に出かけてもらえるようになったんですよ。お手伝いしてもらえるようになった、ようやく。え、あの、口が悪いですけど、ポンコツの皆さんをですかポンコツ言わない。あのメンバーの方々を誰か一人派遣できるように。そうです、そう。あの、犬一匹につき人間一人らしいので、まだ一人しか派遣できないんだけど、あの、犬が増えたら、人間がこう、うんうんうん、それぞれ行けるようになるっぽい、護衛につけて。なんて猫を冒涜してるゲームなんだ。もういやね、猫ちゃん飼えるらしいんだけど、まだ猫ちゃんね飼えてないから、ちょっと今そこ目標なんだよね。よしよし、スパルタンって名前にしようぜ名前つけれないから勝手に呼ぶだけだから僕つけれない、僕の名前つけれない。そうそう、犬も勝手になんかコロコロ寝てるだけだから。そうなんだ。なんで？で、探索場所が増えました。行けるとこが増えました、姫がね。で、探索してったら、まあ、2年目の収穫が終わって、またちょっと強くなって、でも2年目は1年目よりいろんなことしたの。肥料撒いたりとか。でもやっぱり、今年はいまいちじゃったのって言われて、ちょっと悲しかったな。なんと宮蔵宮蔵、まだまだってことですね。ダメじゃないか。でも一応ね、米が作れない、うん、前の年よりもたくさんのお米が取れて、ふん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 、なんかたくさんつくと白米になるらしいんだけど、あ、なんかいろいろなんか農作業っていうか刈り取りした後もいろいろできてたもんね。そうなんか、うん、もみ殻をどれくらい外すかみたいなやつやったんだけど、なんか、前回2分付き米作って、今回は5分付き米作ってみたいな感じしたんだったかな、2年目は。また分付き米にしてみたりとかして、その後、ちょっと進めてたら、なんかね、田んぼが増えたんですよ。
でその田んぼはなんか人間たちが面倒を見とくんで、あの、まひめ様は自分の担当の畑をやっといてくれたその通りにしますみたいな。ただただ多分なんか収穫量が増えるようになるのかな、あの子たちに姫負けたら宮蔵恥ずかしいよ。やめてください。一応神だから。姫は神だから、神だか ら, 神, だから、うん、神がする通りにするって言ってた。もう負けちゃダメだよ、うん、次米作るとき、うん、でね、あの米増えた田んぼにみんなで田植えをするっていう、うん、苗を植えるっていうイベントが発生したんだけど、これがね、これがね、配信してなくてよかったかもしれないというぐらいギスったギスった、うん、すっごいギスった。あの田植えって何がギスったの、うん、まあ、みんなで一列に並んで、はいはい、こう一本ずつ、あ、やりよく見ますね。一本ずつっていうか、はいはい、まあ、何本か重ねてなんだけど、ちょっとあれ多分、プスプスって刺していく、なんか、まあ、列になって刺していくのはよく見ますね。その途中でみんな刺すだけだからしんどくって、愚痴をこう喋り出しちゃって、まあ、姫様は金太と喧嘩をしだすよ、男の子と。で、ゆいちゃんが、かいまるが、なんか、うるさいって言って、はたいたりしてた。幼女が頭を叩くとか、安心できませんよ。バイオレンスだよ。で、そうなってくると、あの平和第一主義のミルテさんが、喧嘩いけませんってなって、キーンって切れて、あ、あの人か、ご飯作ってくれる人、ご飯作ってくれる人が、あの、切れ出して、で最終的にはあの田植えもんが歌を歌い出して、田植え歌を歌い出して。喋ると無駄にでかい人、そう無駄にってだってなんか侍さんでもないんでしょ、確か。そう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 、歌い出した本来だったらね、なんか侍のお家でっぽい感じなのに、いいとこのお坊ちゃんっぽいんだよね、なんかね、どうやら。ああ、そうなんだ。一応、で田植え歌をその田植え物さんが歌い出した。そうで、みんなで歌いましょうみたいになって、歌いながら田植えをするっていうムービーが延々流れるっていう、多分田植え歌を2週ぐらいはなんかたっぷりと見ましたね。長いな。でもなんか言っちゃ悪いけど長い、やっぱりこうなんていうの、辛い作業を、辛い単純作業をずっとやってるとやっぱ愚痴が多くなるから、歌いましょうっていう、ね、そうだから田植え歌をみんな歌いながらやるんだみたいな感じで、ははなるほどねっつって思いましたね。あ、いいですよね、いいですよね、それは。そう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 。で、あとあれかな、多分配信に載ってないとこだと、金太が鍛冶屋さんできるようになったな、多分入ってたと思うんだけど、ゆいちゃんが服を作ってくれるようになったんだよね。服、服を作る、織物をしてくれるようになったの。おー、みんななんか意外といろいろできるじゃん。そうそうそう、それなりにみんななんか一応特技があって、あとはなんかミルテさんが子供たちに勉強を教えたいって言い出して、やだって言われてシュンとしたりとかしてたんだけど、拒否られてる、今のところじゃあ、一番役に立ってないのは田植えもんさんの歌。田植えもんさんでもほら歌で世界を平和にしたから、ある意味一番役に立ってるっちゃうよって言った。確かに、そうだね、トランキライザー的な存在だね。そうで、なんか、これ全然私もなんかフラグがよく分かんなかったんだけど、突然ゆいちゃんが金太のことをめちゃめちゃ好きになって、金太金太って言ってストーキングしだして、金太がこっちさ、くんとねみたいな、なんでか知らないけど突然そう、何それ、年頃の女の子だからかな、こんな今日見れるかもしれない、ね、そうそう、今日またなんか進展するかもしれない。なんかご飯食べるシーンでイベントがいくつかある、やっぱなんかある時があるんだけど、会話イベントが、その時もなんか、あの、まあ、あの、ここ書いてあるんだけど、食べ物はあの町の出で、ゆいと金太は山の出だみたいな話をするんだけど、金太がゆいは、あの、親近感があると、やっぱり同じような山の方の出で言葉も似てるから、わあ、なるほどね、みたいなこと言うと、ゆいが金太みたいになって言うんじゃなかったみたいな、メロ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 
メロンメロン。そうそうそう。でも年頃のさ、うん、一応女の子と男の子が同じ年頃のね、いるから、もうこうなるのかなって思って、ちょっと面白かった。まあ確かにね、うん、そういう、見たいね、恋の行方を。そう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 、どうなるのかすごいちょっと楽しみなんですけど、だからこれは言っとかないといけないと思って。確かに。これきっと何かある。うん、はい。で、なるほど、それで。まあ問題は一番の、うん、下のところですよ。カエルのボスが倒せない。問題。カエルのボスが倒せない。いや、ほんとカエルのボスが倒せなくて、カエルのボスが倒せない。なんでよ。カエルって強いんですね。いや、違う、そういうゲームかもしれないけど、そういうことじゃないと。な、何かしら強くなったりとかさ、うん、はい、技を覚えたりとか、うん、いろいろね、はい、RPG 的な要素もあるわけだから、はい、そうなんですよ。ってことはその、はい、あ、すいません、あの、はい、ちゃんと宮沢、はい、ちゃんと僕見たんですけど、うん、あの、なんでこんなにカエルが倒せない日記用を割いてるんですか。え、なんでかって悔しいからです、うん、悔しいからです。今日こそ絶対倒すんです。こんなところに怨念乗せなくていい。悔しかったからです。皆さんにヒントとかもらったりとかしてやったらいいんじゃない。ねえ、でもなんかみんなが見ててくれたら。でもね、あとちょっとのとこまではいけるんだよ。あとなんか HP5 分の1ぐらいのとこぐらいまではいけたりとかしてたから、みんなの応援があれば、なんか元気玉みたいな感じでいけるんちゃうみたいな感じがある。え、そんな、なんかシステムあるの。いや、気持ちの問題。やっぱこういうのは気の持ちようだから。うん、そうそうそう。ああ、確かに。大事、うんうん。で、今まで、出てたのがダイジェストってことだね。そう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 。これが大体。皆さんが、そう、みんなが、見てない裏で、皆さんが、はい、こっそりやってて、うん、カエルにこんだけ負けたっていう話。いや、まあね、カエルに負けた回数っていうことだったら、正直、もう全然めちゃめちゃスクロールするぐらい負けてるんだけど。これだけ。そこのリベンジからだ。そう、カエルのリベンジからだ。そう、カエルのところからやろうかなと思って。うん、これで倒せなかったら、カエル討伐。今日はずっとカエル討伐配信になります。うんうん、やだ、突き合わされる僕の身にもなってよ。いや、倒してよ。どうにかして。まあまあ、あなたは私もさ、お客さんがさ、こんな時間に。だって、書くのが専門だからさ、喋るの専門じゃないからさ。いや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 、元気玉飛ばしてくれよ。オラに元気を分けてくれよ。え、それは僕に言ってもしょうがない。いやいや、あなたもね、言うさけ。あなたからも。ミミミの皆様に、こう、はい、あ、僕からもですか。うん、頑張れ。超適当。あ、ありがとうございます。登録ありがとうございます。あ、これ登録の音なんですね。キロリーン、ありがとうございます。新登録してくださった方の音です。ありがとう。キロリーン。キロリーン。猫だよ。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速カエルを倒していこうと思います。そういうゲームじゃないと思うんだけどな。カエルを倒していきたいと思います。盛り上げどころが違うと思うんだけどな。なんでそうなっちゃうかな、はい、カエルを倒していくぞ。よいしょ、うん、はい、スイッチくんの絵はちゃんと出てるかな。音はちゃんと出てるかな。出てるかな。ちょっと多分ね、そっちに音いっちゃっててね、聞こえづらいかもしんないんだけど、ごめんね。大丈夫だといい。あ、大丈夫。ゲームの BGM こっち聞こえてて、うん、大丈夫。僕は声聞こえてないけど、あの、僕昨日めちゃくちゃ深酒しまして。何してんの、うん、声。いや、あの、うん、ここで言うような話じゃないけど、ムカつく案件があって、深酒しまして、声が変だったらごめんなさいね。そういうこと。愚痴になっちゃうかな。そのここで言うことじゃない。あとでミヤゾーがね、聞いてくれたらいいと思う。猫だよー。分かった分かった。とりあえずじゃあカエル倒して
来るぜ、うん、タッカール倒すぜ、うん、飛び降りるのは正しいルートなの？わかんない、誰も正しいルートを知らない。あ、そう、カエルさんのとこに行かなきゃいけないの？すぐ行けるの？行ける行ける、もうここからボス戦だから大丈夫かな、はい、怖いよ。これが桜姫さんですね。ほうほうほう、かわいい、でけー、でけー、間違いございません。いやいやいや、あー怖い、手汗がやばい。これはまあ、うんうん、負けてもしょうがないかもしれない。燃やせ燃やせ燃やせって一緒。みんな宮蔵に元気を、元気を分けてくれ、オラに元気を分けてくれ。宮蔵応援するな。あおおおおおお、うん、初手からだいぶやられる。必殺技。痛い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 。すげえ、なんか燃えてる。燃やせって言ってたのに燃やされてる。燃やされてる。しょうがない。お尻を狙うんだ。お尻。前向くとね、狙うん、前向くとね、あの下でベチってやられるからね。あ、怖い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 。そっか。そうそう、お尻を狙って、なんかカエルって、ほら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 、あ、私ちょっと上手くない、上手くな い, い, い、ね、やっぱりみんなが見ててくれるのが、おじょ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 、あ、怖い怖い怖い、あ、いやこっち来ない、怒られた、いやなカエルって、お尻にストローを刺してプーってすると破裂する。どこの田舎の子ですか、あなたは。あ、踏まれる、やだ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 、頑張れ頑張れ、え、頑張れ、みんなも応援だ、はあ、いいじゃんいいじゃん。あ、え、倒したんじゃない？お、え、倒した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 、すごーい、おめでとうございます。マジか、倒したぞ。いやー、これはもうミミミンのおかげだね。え、本当？うん、倒したね。今日、じゃあ今日の配信はここまで。待って待って、違う違う、カエルを倒したら先に進んでいいんだよ。なんかもう怨念が、怨念がすごかったからさ、カエル倒す企画なのかと思った。やった、おめでとうございます。全然褒められないで済んだ、多分みんなが見ててくれたおかげだからだよ。あーすごい、ね、あ、火をつければ浮遊して持ち運べるって、うん、すごいね、怖いねそれ。夜も移動できるようになるってことかな、こんなね、揚げ物できるって、唐揚げだ唐揚げだ。すぐになんで唐揚げになったのかわからない。はい、やった、エドボタンで油玉の使用切り替えができます。使用してる間は油が徐々に減っていくため注意しましょう、油どうやってあれするのかな。油はこのカエルを倒さないと油もらえないんじゃないか。嘘、毎回。もしかしたら。やったー、え、おめでとうございます。やった、すごい、勝ったよ。燃やすって言って燃やされてましたけど、いかがですか宮蔵選手。いやー、ヒーローインタビュー的なあれです。やっぱり尻ですかね、今回にかける。やっぱり尻ですかね。尻を狙ったのが良かったんですかね。あー、勝因はそこにあると。多分。なるほど、なるほど。それでは、身を守ってくださっていたミミンの皆様に、今日の、はい、カエルとの熱き、死闘の、油にしてやりましたよ。あいつを油にしてやりましたよ。なんかちょっとずれてる。何？アイブラにしてやりましたよって何？何それ、わかんない。いや、なんか、びっくりした。なんか倒せると思ってなかったから、どうしていいかわからない。あー、家帰るか、この後の時間を時間、時間っていうか。お疲れ様でした。どうしよう。進むと思ったんだけど。親耳する親耳する。早いよ、早いよ。まだ、まだ昼だよ。ゲーム内だって昼だよ。はぁ、よかったよかった。はいはい。はいはいはい。ありがとうございます。
皆さんもね、パチパチしてくれてました。やった、ありがとうございます。土壌を手に入れた。土壌あんまりなんか、肥料をまこう。あー、完全に今日はシリゾーでいきそうですね、ハッシュタグ。わかんないですけど。勝因は何ですかっつって。尻ですね。尻を狙ったのが良かったんだと思います。もうね、どの競技を思い浮かべてもそんなこと言う人いないよ。そうかな、そうかな、そうかな。これ今何してるんですか。今これは肥料を作ってます。なんかね、冬の間に肥料をまいとくといいらしいから、うんうん、ほう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 。畑がなんか栄養分が貯めておけるらしい。なんかさ、立場が欲しい。僕はさ、うん、あんまりガーデニングとかもさ、うん、なんかお家でハーブ育ててみたりとかさ、ハーブ、うん、それこそ お米作ったりとか、そういうなんかそういうなんていうの、うん、こういう、うんうん、のにあんまり縁がなかったんだけど、宮蔵ある？宮蔵はね、お花からすの天才だからね、プリザーブドフラワーしか飾らないし。このゲームをやっちゃいけない。ちょっと待って待って待って。待て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 、このゲームやっちゃダメじゃないか。いや、ゲームだから、ゲームだから現実はこう残念でも、ゲームではちゃんとお米が育てられる。あれか、宮蔵はサボテンを枯らす女のタイプか。宮蔵はね、僕サボテン枯らしたことはないからね。あの切り花とかね、すぐ枯らしちゃうからね。切り花を枯らす、宮蔵のお母さんがお花好きだから、うん、お花もらったときはママのところに持っていく。あ、見て見て、ほら油玉で明るくなるよ。お、見える。いいねいいね。でもいいねいいね。一回灯すたびに減ったりするのも、そうでもないか。なんか消費するって言ってね、言ってたよね。どうなんだったろうね。そう、一回つけっぱなしにしといたら、つけっぱなしにしとくといいんだよ。すぐなくなっちゃうよ。つけっぱなしでバーって移動してみて、どんぐらいで切れるかとか見たらいいんじゃない。あ、じゃあなんか確かに夜の討伐の、うん、これか、敵を討伐する過去夜間とかあるとこに行ってやろうかな。うん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 。柿が3つあるから干し柿が作れるって言われた。干し柿、え、なんか栄養価高そうね。細そう、雪降ってるから、うん、けど大丈夫か。すごい。よいしょよいしょ。夜だけどこれなら攻撃ができるぜ。ね、見える見えるぞ。真っ暗な時は見えなかったけど。ミミミンの皆様に猫からご報告があります。ん？あの宮蔵このゲームめっちゃ好きみたいなんで、多分コメント見てる余裕がありません。あの今ので分かる通りに、あの僕の話も聞かないぐらいなので。なので、温かく見守ってくれてください。お母さんだ。お母さんがいる。以上、猫だよ。油、油。あ、そんなにでも減ってなくない？左んとこに、9って書いてあるけど。うん、結構持つね。まだそんなに。うんうん、今、10個もらってたけど、9になってる。チュンだ。チュンが来た。私の苦手なチュンが。チュンっていうの、あの。チュンチュン、人じゃないや。スズメがチュン。チュン。チュンチュンチュン。チュンチュン。チュンチュンチュン。皆様、コメント欄は僕が頑張って追ってます。そうですそうです。コメント、面白いコメントがあったらぜひ拾ってください。カン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 。とりあえずさっき、尻ですねって言ったところで、尻でめっちゃ盛り上がってましたね、皆様。尻ですね。はい、尻、うん、問題。今日の勝因は尻ですねっていう。よし。なんであれじゃないですか。今日は配信の最後にカエルともう一戦交えるっていう。嫌ですー。あ、でも夜も戦わなきゃいけないのかな、あれ。鹿とはね、夜戦わなきゃいけないっぽいんだけどね。そうなんだ。お、食べ物いっぱい持ってきたじゃん。偉、うん、い。食べ物。いっぱい掘ってきた。なんだ。ちゃんとできるじゃないか。そう、なんかタイムが一番物を持ってくるような気がしてたんだけど、時による感じだ。イエーイ、姉さん見てる？
マーヤさん見てるよ。見守って。おお、すごい。みやぞが見ない分見てるよ。うん。ただいま。はあ。ママ。帰り。ご飯食べない行きません。特に自然治癒の料理、ゾウ大事です。ミルテさんにまで。ゾウ。バレ。白米は食べるんじゃ。豆と油で豆腐ができるぞ。油と、あ、でも油使うのか。でも一個作っちゃった。柿。何をそんなに焦っているんだ。食べる。いいんだよ。お米をさ、まだ冬だからお米が食べれるんだけど、お米があって。お。でもなんかさ、お米をさ、そうもりもり食べても、こうあっという間になくなっちゃうかなみたいな。気がしていてね。油はね、なんか、なかなか増えないんだよなっておっしゃってる方がいたりとか、あとは、ちょっとごめんなさい、コメント欄、僕も素人なので素人なんだよ。泡の増水、冷えの増水、泡と冷え、どっちがいいのか。ちょっと待って、ごめん、なんかいろいろコメントしたかったんだけど、コメント欄は僕が見てることに対してみんなが喜んでるって、これ、何猫様が見てるって言われて。すごい、すごい喜んでくれる。ありがとうございます。すみません。みんなあったかいね。普段は、ライターをしてます。ご飯のシーンだ。おや、おイベント始まった。フルボイスだ。なんか進んだぞ。ほうほう。お、ちゃんとなんか紙扱いしてくれるからありがたいね。今日のメニューは何ですか？泡の増水とどんぐり汁とうさぎ肉の炙り焼きとスズメ肉の炙り焼きです。この献立でイベントを進行してよかったんでしょうか？腐るものを先に食べないと。あの甘えん坊のお姫様があれだけの日々を耐え抜く。確かによくぞ。G慢心してる。天神の子と豊穣神の恵みが合わさったのじゃ。最強でなくてなんとするか。これからはわしの時代じゃ。神様。これフラッグっていうかフリーな感じがしますね。ゆいちゃんがすごいツッコミを入れてる。だっちゃ、肝心の直命とやらはちっとも果たしてねえんでねえかや。こいつばすべねえと。都には帰れねえんだべ。サクナ、帰れない。ミルテたち、帰れません。はあ、それはそうなんじゃが、何故この島ではやむことなく鬼が生まれいずるのか。それを調べよとの命にございました。完全に忘れてたね。考えてもわからぬ以上、直命のこと完全に忘れてた。なんだっけ、直命って何するんだっけ。今言ってたけど、この島にはなんで鬼が生まれてくるのか確かめてきてねって言われたの。うさぎさんとかさ、スズメさんとかさ、あとなんだ、豚、鹿、あとさっきのカエルとか、あれ全部動物の形してるけど鬼なんだよね、この島から生まれてきた。うさぎ鬼とか。じゃあ、あのカエルもカエルお兄みたいな。カエルお兄さん。まだ行ってないところは、南に火山、西に砦、北には谷か。結構行ってないとこいっぱいあるね。最も攻めがたいのめっちゃある。砦つっても、でも守ってるわけじゃないだろうしね。竹様が先代、カムヒツキ様と争われた折に作られたものですが。今は鬼どもが根性にこれ遊んでいるの、あれだよね、さっきも言ってたけど、ジーヤが今言ってた人たちは、サクナ姫のご両親みたいな感じ。
カムヒツキ様っていうのが一番偉い神様で、タケリビ様っていうのがお父さん。ちなみに火山の方はと申しますと、こちらは逆に鬼どもの気配がなさすぎます。山腹に立ち上る毒煙が奴らを退けておるのやもしれませぬな。となると残った北の谷を調べた後、力を蓄え西の砦を攻める。反時計回り。わかりやすい。反時計回りだ。お支えつかまつりまする。うん、ありがたいんだけど、結構姫があの細腕でみんなを支えている気もしているのだった。うん、アイモルよ、今の話わかったか。こいつはダメだ。笑いがすごい。こいつはダメだっつって、そんなに爆笑しちゃダメだ。こいつはダメだ。ダメだ、ダメだっつって、あんな笑っちゃダメだ。ダメだ。ダメだよ。今年の稲作を始めましょう。おー、腕の見せ所よ、みやぞー。すごいね、冬から稲作って始めるんだね。ね、ね、肥料を撒きますか。撒きます。今年は間違いなく、間違えずに、これはもう、あれですよ、自分との戦いですよ。そうですよ、自分との戦いですよ。ポンコツ脱出自慢を歌ってるやつらと戦うわけですから、美味しいお米作らないと。お水抜いた方が石とか分かりやすいよね。田起こしするのにお水を抜いて、カラッカラでもちょっとまずいか。 5% ぐらいにしとく。どうなんですか。まずったらないでいいんじゃないですか。これは手で取るしかないか。よいしょよいしょ。石をどんどん拾うぞ。まずは石を取る。それこそさ、それこそさ、せっかくだからさ、ミミミンの皆さんのコメント聞いてさ、米作ったらさ、ミミミン米じゃないこれ。ミミミン米いいね。いいね。ちょっとコメント待つ。とりあえずなんか宮沢全然コメント見れてないし。いや一応ね、横目だみたいな。田起こしについて、こう一加減お持ちのお客様は。とりあえず端っこからやっていくから。機内で、はい、ヘッドボタンを押すと、これちょっと明るくなってると思うんですけど、詳しい方、明るくなってるところが田起こしされているものという認識で。これは今は、11月、11月、今はね、春の一番かな。春の一番。ほうほう。あ、違うか、冬の三番だな。なんかちょっと早いかな、しかし。冬の三番。やっていいよって言われたから、田起こし始めてあったけど、まだ冬だ、ね。でもどうせね、あれですよ、田起こしに一日かかるんですよ、丸一日。セミ舞はちょっとどうかな。ミミミ前だよね。なんか詳しい方いらっしゃったらぜひぜひ。結構ね、なんか前回ね、私がやり始めた後に買いましたって言ってくれたミミミのみんなもいたから、もしかしたら詳しい方もいらっしゃるか。KKK さん、シリゾーのミミミ前はもうよくわからないんで勘弁してください。石では押しっぱなしで良いよというのを見たので、ちょっと押しっぱなしにしてみる。野菜のスムブレさんは宮園に作られたらしい。おしゃ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 。水抜き切って石取って、ある程度起こしたら水入れで良いのかなと認識してるヒカゼライカさん。なんか結構さ、こうリアル農家の方とかもプレイしててさ、
プレイ動画とか上げてくれててさ、面白いよ、ね、だって結構これすごい。ちなみに舞本さんは堅くなにやりたくないと言ってるらしいですねだって本業がそう本業って言っていいのかわからないけど、舞本さんに関してはやられてらっしゃる、実際ねやられてらっしゃる。あ、なんかすごい速くなった、私速くなったすごい速くなった。何を言ってるんだい、おや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 、バイオロボさん、トウコシって水全部抜くんだと思ってたって言ってますね。そう、なんか水入ってるとやりづらいかなと思って、前回までなんかそんなにめちゃくちゃ水が入ってなかった気がするんだけど、うんうんうん、お、ミッフィー先生もクリアしてるそうですよマジですか、早っ。ゆうちゃんさん、うん、お姫様のもういいかは信用しないでください今半分ぐらいまで行ったからもういいかって言ったもんね。そんなわけはない、うん、みんなちゃんとコメント見てるからね僕がいやでもちょっとは見てる、ちょっと今単純作業だから、うん、2月にするのは荒起こしといって、稲の根っこや硬くなった土を掘り返す作業です。ほう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 、全然わからないのうん、結構耕した気がするけどな、目いっぱい。なんか前回でも結構やったな、まんべんなくって思っても 85% とか出たから、僕意外に難しいんだ。でも田植えもも言ってた、田起こしを念入りにやった方が良いと、必要に田起こししている。僕読めないんだけど、農技をチェックしましょうっておっしゃってる方が、農技 J さんごめんなさい、はい、J さんでもなかったら本当ごめんなさい、僕は日本語しかわからないです、ごめんなさい。よし、もういいんじゃないか、結構ピカピカになったのではないか。本当にいいのか、ミヌイのコメントを聞いてからの方がいいんじゃないか、いけるのではないか。トラクター結構早いよ、トラクター欲しいねトラクター欲しいね、トラクター欲しい、うん、そうなんだよ、みんなこれを昔は手でこうやってやってくれてたんだよね、今は機械があるけど、そう思うとお米が尊く思えてくるんだな、宮尾。うん、別にいいことはそんなに言ってないわからない、もういいんじゃないか、ふう、そろそろ夜じゃ、夜じゃ。夜なんじゃ、終わり。よいしょ、お、99% だよ、すごーい、頑張ったじゃない、頑張った、どこよ 1% どこよ 1% これか、あれじゃないかな、水入れトラクター買うしかないんじゃないかなトラクターまだないよこの時代、水入れと出てこないのかな、水入れるの今、さっきなんか誰かが水を入れといた方がいいですよって言ってた気がする、うんうんうん、もうあんまり何もできないねこれはね、多少皆さんおーって言ってくださってますね、やったー嬉しい、 99% もやったよ、こんな新しいってことだ、皆さんのおかげですよ、ちょっとだけ踏み込んでこやーっと、
あ、肥料をまた作っておきましょう。そうだそうだ。まあ、帰っ夜帰ったらにしよう。おい、ちょ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 、油玉が突然ついてる状況から始まったぞ。なぜじゃ、何これ、新しい敵だ。おお、怖い怖い怖い、これ何これ、硬い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 、あ、貝硬い硬い貝っぽい貝か、柿、え、てかこれお魚、お魚空飛んでるよ。チュンかと思ったらお魚だよ。トビウオ、お魚トビウオ、え、ちょっと待って待って待って、見える見える、トビコちゃん見える、これすごくない、魚空飛んでんだけど、まあ、まあ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 、神様がいっぱいいるぐらいだからお魚も飛ぶんじゃないかな。あ、やばい、敵が強い、しちゃうとダメージ与えられんよ。あれは軽くして油でも変わんないかな。あ、攻撃力自体は変わんないね。これダメで帰ろう。なんかさっきね、うん、お米とかね、油とかね、うん、やってるとね、うん、最悪ずっと余るって書いてあった。本当コメントしてくださってた方が、なんだ今のやつ怖いぞ。ふう、帰ろう。帰って肥料を作って寝るんじゃ。そうだそうだ、頑張れば1年ぐらいパッていけんのかな。どうなんだろうね。ねえ、はあ、いや、恐ろしゅうて恐ろしゅうて、ダブダブ収穫してお米作って、で、みんまい、にするみんまい、土壌、土壌、土壌っこ、土壌っこ、カエルのケツを狙って終わるっていう。もうカエルは倒したからいいんだよ。よいしょ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 。ね、カエルより強いよね。うん、ありがとうございます。あ、覚えた、ドゥリーンっていうか、覚えたよ、誰かがドゥリーンって言ったら登録してくださったっていう、ね、そうそうそう、うん、覚えた、えらい、覚えたよ。ママホスだから大丈夫かな。何が、今コメント見てた、肥料を作った、ただいまー、うん、寒そう、帰りー、ずっと雪作ってる、にゃ、うんうん、食べ物腐るもったいないです、氷あると腐らない、いっぱいですが、氷、あー、氷が取れるようになるのかな、そのうち。古い冷蔵庫的な、木造の冷蔵庫的なシステムですね、できるのかね、うんうん、ご飯を食べさせてあげたい、何か食べるますか、そうだね、栗汁、柿汁、かけひらさんがおっしゃる通りだと思う。月草も空を飛ぶ時代になりましたからね。魚も同じでしょう。うん、僕もそう思う。うん、35周年おめでとうございます。なんか何のコメントを拾う？こういう拾い方で合ってるの？わかんない。合ってる合ってる。大丈夫大丈夫。え、加工品作んないの？あ、作った作った、作れるものは作って今食べ物選んでる、うん、今日の献立は何ですか。白米の雑炊、栗汁、納豆、うさぎ肉の白干し、かき汁、汁多くね。だってかき一日で腐っちゃうんだもん、食べた方がいいじゃん。汁多くね。いただきます。それはすごい。なんか新しい、なんかイベントになってるね。うん。今まで見たこと全部本にして、故郷のベンタニアに世界に伝えたい。特にヤナトの国ヘルバーテ。なんかめっちゃテンション上がってる。みんな楽しそうなミルテは初めてでねえかや。かわいい。でもな、こういためにはいつかはふもとの良さ消えらねえとだべ。ちなみに今は神様の世界の方にいるから、はいはいはい、人間の世界にこの人たちを返すのも一つの目的ですね。え、これ現実世界っていうかその人間の世界じゃないの？そう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 、ここまだ神様の世界の方なんだよね。
へえ、そうなんだ。ハイマルに至っては初めて知った。人のことすらも何に知らぬうちにこちらに来てしまったのだ。ハイマルちゃんいくつなんだろうね。島に閉じ込め育てるのはあまりに忍びない。ハイマルちゃんだってこれ3年目とか4年目だからもうちょっとで首座るっていうかもうちょっと座ってもいいと思うんだけどどうなってるの。多分あれだよ、あの人の世と流れる時間が違うんじゃない？あー、精神と母の部屋みたいな感じですね。ドラゴンボールで言うと修行するとこみたいなね。ドラ言っちゃった言っちゃった、伏せたのに、僕伏せたのに精神の母の部屋って言ったのにふにゃふにゃの部屋たり現れたりを繰り返すのみじゃ。もうたまじ、ほうほう、私の母上も元は人、つまり麓の世のものであったのであろう。そうなんだ。母上はどのように頂きの世に渡ってまいったのじゃ。お母上豊花様は雨の浮き橋でなく、お姫様が今お使いになられている羽衣の力で二つ世の境を越えられたそうです。へえ、この羽衣がヒントじゃない？てっきりヒントじゃない？敵を振り回すためのものとばかり確かにそういうことにしか書いてない。すごい暴力姫今のカムヒツキ様よりもすごいということになってしまわんか。ある面に限って申せばそうなのでございましょう。それほどまでに途方もない力を持つ者を果たしてどのように麓の世の豊花様が手にされたか。確かにお父さんからの贈り物かな。この玉は愚か、お父上であるタケリビ様ですら聞き及んではおらぬのです。今謎に包まれてるということですね。ということじゃな。おそらくは。こそ。しかしおひいさま、力とあえてして相応の報いを求めるものにございます。世の境を超えるほどの強大な力、見合うだけの何かを失う覚悟は終わりですかな。等価交換。何を見ますか。急に急に。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。私猫だよ。横にいるのは猫ちゃんでー。言えなかった。猫だよさすれば再び橋がかかったと。私のソロ配信いち早くお教えいただけるやもしれません。いろいろになってくれている猫姉さんこと猫ちゃんですよ。あ、僕の紹介多いです。ゲームの紹介をしてくださいただいま。僕のことはもう大丈夫です。さすれば再び橋がかかった時にいち早くお教えいただけるやもしれません。さっき読んでました。あのフルボイスでした。このシーンこんな感じでやってます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。自然治癒につきました。嬉しいですね。いっぱい増えましたね。やっぱご飯いっぱい食べると力になるんだな。食べたものはそのまま力になる。みんなもカップ麺ばっか食べちゃダメだぞ。ダメだぞ。わさびどこが痛んでしまった。悲しい。さくなさま、こんなにわさび持てたの。新しい農場を見つけましたぞ。これには稲の量を増やす育て方が記されておりまする。大事じゃん。量とな。稲の量を伸ばす、これすなわちおひいさまの命を伸ばす育て方とも言えますじゃ。稲の量を育てるとわしが鬼どもとの戦いで倒されにくくなるわけか。それでは脳症頼りに一つやってみるかの。やるぞ。そんなポップに始めて大丈夫。やるぞで落下したけど調べる。え、十分大きくなったの。タイ移した方が良さそうじゃ。なるほど。箱から苗を取りますか。はい、苗400を入手。400も、400も植えるのか。待て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 、すごく雨じゃぞ。田植え歌、今こそ田植え歌じゃ。どうにかならないの。水の調節とかできないな。これ一旦水抜いた方がいいよね、植えるのにね。もう田植え物にちょっと声かけてみた。わかんないけど。いよいよ田植えでござりまするな。育った苗を耐え植え移しましょう。
なんでもない。テンション上がってるだけだったね、田植えも。テンション上がりんぬだったね。ごめん。雨も降ってるし、ちょっと水抜いた方がいいよね、多分。多分、その方がいいんじゃん。なんか、田植えって、あ、でも水。なんか、くるぶしぐらいまでみたいな。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、去年より、去年っていうか前回より上手くなった田植えを見せつけてくれるわ。わはは。じゃあ、見てます。わーしょい、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 わーしょい。ちなみに前回に200とかだったんですよね、苗。200。だから倍々に増えてはいるんだよね。ほー、うん。田植え歌覚えてるんですか？全然覚えてない。今一人で植えてますけど。田植え歌か、わかんないから猫ちゃん歌って。それでは聞いてください。はい、みやぞんより田植え歌どうぞ。はぁ、一つ植えてはよっこらしょ、二つ植えてはよっこらしょ、三つ植えてはよっこらしょ、おいしいお米にゃなる。おお、ちょっといきなり2個に増えた、増えた。隣に、あの、あ、ちょ、ぐちゃぐちゃになっちゃった。あの、スキルを突然覚えたんで、えらいことになってしまいました、あそこが。なんか農技、あそこがすごいことになったとか言わない方がいいと思います。本当ですか？あの、農技見たらいいんじゃないですか。びっくりしました。あの、何、1個植えたら2個植えれるようになりました。農技見たらいい、話を聞けい。見なきゃダメ。はい、見た方がわかるじゃん。何がどうなったの。皆さんに草を2本横並びに植えられるぞ。早いだけではなく細やかな技なんじゃ。技なんじゃ。へーへー、技なんじゃ。すごい、なんかもうパッと見てバラバラだけど大丈夫なのか。もうしょうがないんじゃ。わしのせいではない。わしのせいではないんじゃ。突然2個植えられるようになったんじゃ。目の前じゃなくて倍になってるんだからさ。倍になったから、ちょっとここからはちょっと考えないとダメだよね。ね、よいしょ。考えないと、だってよいしょ。まっすぐ行くの難しいんだよね。田植えの決意になってまいりました。よいしょ。それでは宮蔵さんで田植えの歌張り切ってどうぞ。はあ、どっこいどっこい、はあ、どっこいどっこい、はあ、どっこいどっこい、田植えはリズム、田植えはリズム、田植えはリズム。諦めるのが早すぎる。いや、なんかラップっぽくない？ラップ、いや、おバカにしてるわけじゃないんだけど、できないだけなんだけど。うん、ああ、なるほどね。そうそうそう。まあ、今、田植えはリズムだぞというのを、そうそうそう、お伝えしたいというね。よう、よう、田植えだよう。よいしょ。それでは、みやぞうさんが新曲を発表されたそうです。タウェアリズム、張り切ってみんなで、Put your hands up, go! 白米食べたい。イェイ。お腹、白米食べたい。あなたも食べたい。私も食べたい。タラフク食べたい。そうです。腹いっぱいなりたい。あ、そうです、ね、そう、まあ、みんな望んでるんで。あの、ラップじゃないです。履修してないから、しょうがない。ああ、しょうがない。しょうがない、しょうがない。日本語って難しい。田植えも難しい。でも、倍ってことは、前回と同じだけ植えればいいってことだから、もうぐっちゃぐちゃだな。ぐっちゃぐちゃ。結構、頑張るつもりで始めたんだけどさ。なんかごめん、汚ねえな。汚ねえって言うな。なんか画面汚ねえな。これグリッド引いてあってこれだからね。あ、ちゃんとね、引いてあるの親切だよね。そうそうそう。よいしょ。まあ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 、まあまあ雨も降ってるし。視界が悪いんだよ、さくらちゃんだって。雨のせいにした。あ、雨のせいにしてる。よいしょ。よいしょ。天気の
せいにする人すぐいるんだ。よいしょ、よいしょ、あ、ない。ふう。ちなみに、最初から考えると手に取る数も倍になってるんですよ。ほう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 、そうなんだ。そうなの、そうなの。ちょっと早くなってんだから、ちょっとずつやっぱりこなれてきてるんで、すっげー雨じゃないですか、これ。めちゃめちゃに雨降ってませんか。豪雨です。すごい雨だ。こんなびちょびちょの時に苗植えていいのかな。流されそうじゃない、どう本当だったら。でもだって次の日とかダメなんでしょ。ね、でも春のうちに植えたいもんね。うん。皆さん歌でだいぶ笑ってくださってます。本当。まあ受けが取れてるんだったらいいや、恥ずかしいけど。みんなが笑ってくれるんだったら私は、私はよう、よう、稲作よう。それではみんな聞いてくれ、 DJ みやぞより稲作ラップ田植えバージョン、どうぞ。田植えだよ、今日もよ。ちょっと待って、なんで私ばっかり歌ってるの。あなたも、うん、あなたも歌ってくださいよ。いや、振りが来ないから別にかなって。イエーイ DJ 猫ネサイ、みやぞん。ん、猫ネサイ。さて、はい、それでは歌っていただきましょう。猫姉さんで北条神桜姫を称える歌。何が出るのかな。にゃー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 さくな姫はにゃー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 。あのさ、あんま変わんないと思うよ、私と。君も大概だと思うよ。歌えないよ。君だって、君も大概やないか。だって、だって僕、文章書くの仕事なんで。私だって別に歌うの仕事じゃないもん。もう、なんだよ。MZM さんに任せてよ、ラップは。そうだね、可愛いとか、可愛いとか言うな、もうバカ。いや、ありがとう。わかんない、どうしていいかわかんない、もうやだ。変な切れ方する。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の切れながらありがとうしないでください。切れながらありがとう言うのやめてください。疾風の田植えを覚えたぜ。見せてくださいよ、疾風の田植え。聞かせてくださいよ、疾風の田植え。どうぞ、みやぞさん。ヘイ、私は風。私、風の入りがもうダメだわ。私は風、あなたも風。病院行けよ。ヘクション。その風じゃない。風だよ。その疾風じゃない。疾風だ。いやでもなんかさ、最初の頃さ、ほんのちょっとしか畑たがうさ、お、マニオおめでとうございます。やった。最初の頃田んぼのさ、ほんのちょっとしか埋められなかったのにさ、こんだけたくさん稲が植えられたこと自体が結構嬉しいかな。うんうん、ちょっと見せてください。チラッとチラッとチラッと田植えの完了したところ見せてください。ジャブ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 、こんな感じだよ。イエーイ、頑張って肥料撒いたから。耳に撒いたぜ。今日撒かなくていいの。僕あんまこのゲームのルール分かってないんだけど。今あれだよね、水だいたい足首だから、足首ぐらいって言われてたから確かこれでよくて、うん、今日も肥料はいい、肥料撒きましょう。どーん、はーい、撒きましょう。よしよし、夜になってしもうたの。よいしょ、うん、春のうちにね、うん、カエルとかをいっぱい捕まえて田んぼに放した方がいいんだけど。へえー、そうなんだ。うん、もう、うん、あ、梅だ。そうそう、なんかせっかくだったらね、
流れでちょうどほら、せっかく田起こしだっけ、うんうん、から始まってるから、もう稲刈りぐらいまで見せれたらいいね。行きたいね。春、ん？冬、春、夏、秋で、3日ずつぐらいのカウントなんだっけ。じゃあ、いけるかもしれんね。何かが確かあった気がしたんだけどね。防虫がプラスになるやつあった気がしたんだけどね。塩とかなんか、塩ってなんか保存食とか、塩以外になんかあった気がしたんだけど、ね、肥料だと油入れたらダメじゃない、うん、女優油はダメな気がするよね。なんかいいのかもしれないけど、ごめんだけど、うん、食べたくない。それそうだよね、食べたくない。確かに、うん、毒性プラスに毒になっちゃうよ、うん、毒になっちゃうの。竹を入れると命が伸びる。おお、いろいろあるんだね。ね、木を作るとかにしてるのね。うまいか。感性、感性で入れと。感性。あ、待ってなかった。なんか出てたよ。なんか出てるよ。ちょっと通り過ぎちゃったし。雲を拾う。くくくくくくく。一番ダメじゃないですか。いやもう一番ダメじゃない。でも外中だからになんか役に立ちそうじゃない。あーやだ。うん、ゾクッとした。みやぞーは雲がダメなんじゃ。何か作るですか。うん、箱前を使うものしかないですか。どんだけ雲でダメージ食らったんだろう。かゆいよみやぞーみやぞーみやぞーはねダメなんですよ。そいつがとてもダメなんですよ。うん、うさぎ肉いっぱいあるからうさぎ肉かな。うさぎ肉、すめ肉、つくしの素揚げ、美味しそう。ほうほう、でも油めっちゃ使うんだよね。油はさ、取っておきたいよね、やっぱり。なんか途中からは増えそうだけどさ、ね、まずどこで取れるかわかんないから、ちょっと置いといた方がいいよね。確定してからの方がいいよ。なんか痛まなそうだしさ、ね、うんうん、うん、今日はよもぎ団子と干し柿を食べよう。美味しそう。いいね。甘くない。多分でもお砂糖がないと思うんだよね、ここ。まだ当時の女子会みたいな。ちょっと女子にして大きい人一人いますけども。のう、たまじい、父上と母上はこの島でどのようにして出会ったのじゃ。おお、おひいさまもついにご両親の馴れ初めにご関心が。驚くようなことかの。こう見えても花も恥じらう乙女じゃぞ。色恋に思いを馳せることもあるわい。まして両親のこととなればなおさらじゃ。なんで吹き出すんじゃ。神様のお父ちゃんとお母ちゃんの話すかや。ミルテも聞きたいです。長い話になる。完全に女子会じゃんこれ。順を追っていくとしよう。やっぱよもぎ団子パワーが。はい、その昔よもぎ団子と干し柿の力。はい、この島には鬼だけでなく多くの足蜘蛛族が住んでおった、はい。かの者たちは大きな群れを作ることは好まなんだが、個々に生きる力に秀でうまく暮らしていたと聞いておる。しかしある時恐ろしい病が流行った。それは足蜘蛛らにはとても手に負えぬ災禍。一人また一人と倒れていったのじゃ。そんな折この家と共に忽然と現れたのが豊花様であった。佐久名様の母上は御身一つでなくこの家ごと麓の世から参られたのですな。やはり
わしの羽衣が秘めたる力はとんでもないようじゃの。はじめは足蜘蛛らも怪しみ、豊花様を殺そうとまでしよった。しかし当の豊花様は意にも介さず、逆に足蜘蛛らの手当てを始められたのじゃ。仙薬とこの峠の水が効いたのであろう。かの者たちは立ちどころに窮地を乗り越えた。深い恩を感じた足蜘蛛らは豊花様を姫と称え、ここでのお暮らしを支えていくと誓った。おい、終わりか？全く本題に入っておらんではないか。ですから長い話になると申したではございませぬか。続きはまた今度。なんてこった、じらされたな。じいにじらされておる。じらされたの？土壌が、土壌がいたんで。土壌、何これ？ん、進化の仕込、糞の入手、なんでこんなとこで。足首ぐらいまでお水があるから、とりあえず肥料をまいて、この間は待つしかできないの？うん、育つのは勝手に育つからほっとくしかないね。ほら、ここに犬がいる。探索、犬、犬、なでなで、犬、犬、よしよし、ワン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 。ね、猫ちゃんのね、見てて。うん、私気づいちゃったの。よいしょ、何に？よいしょ、なんかね、うちの屋根に登れたの。や、山登ってじゃん。やんちゃができる。カメラ酔いをさせない程度に。なんかあるんじゃないの？こういうゲームってなんかあるじゃない？あ、でもなんか上なかった、特に。イベントとか。あ、見晴らしがいいだけだね。こんな。いい立地だ。いい立地だ。でもこの家ごとお母さんが引っ越してきたってすごいよね。どっから持ってきたんだろう。家がお母さんっていう伏線もあるかもしれない。何言ってんだろう。僕何言ってんの。さ、じゃあちょっと先に進もうかな。へいへい、人から攻めるのよ。もしもし、よいしょ、お魚お魚。肉じゃん肉じゃん、お魚じゃん、お魚の肉じゃん。あれー、ウサギちゃんまで出てきた。魚肉、魚肉。ねえ、モヤンさん、PS4 だと屋根の上登ったらトロフィー。あ、そうなんだ。あれでもさ、スイッチってトロフィーないよね。スイッチはトロフィーないね。こういうシステムがないよね、多分。特に。もう、ないない。と思う。僕がそんなにスイッチで、やはりもっと、もうちょっと強い武器が欲しいものであるな。少々攻撃力に不安がある。肉よいしょ。まあ技とかいっぱい使ってもいいかな。外すというかっこ悪い感じの手。飛ぶのずるいよ。当たりづらい。よいしょ。ミヤゾティーナさ、結構黙ってゲームしてる？ん？ミヤゾ。ん？なになに？ミヤゾティーナ結構黙ってゲームしてる？うん。なるほどね。肉が欲しいと思いながらゲームをしています。
よいしょ、よいしょ。だんだん声が来なくなってきたんです。なんでかなって思って。歌わせたのが悪かった。完全になんか戦ってたから今ちょっと集中してた。僕が喋る。なんか新しい敵がさ、うん、紫色の玉入ってくるから。うん、なんだろう、あれ毒なの、毒、毒ってやつやつ違うとこだよ、よいしょ、なんだ、うん、あ、これあれか、最終ポイントか、ヤマメを手に入れたぞ、ヤマメ敵を全部倒すと、落ちたアイテム全部回収できるので、うん、無理に拾いに行くより敵を全滅させると、うん、落ちてたアイテム全部回収できるので、うんうん、無理に拾いに行くより全滅を目指して良いと思うの。なるほど。森、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか回収されてる時とされてない時があるなって思ってたんだ。全滅するとじゃあ自力で回収しなくていいのね。うんうんうん。姉さんが実況する？え、どうやって？あ、なんか突然鹿が出てきた、あー盛り上がってまいりました、宮蔵選手攻撃力が足りないな。プロレスじゃないんだぞ。え、あれ実況じゃない。実況ってそういうのじゃない。このままいけるのか、宮田選手。ここまでを取るのができれば、だいぶ大きいぞ。なんか倒した。なんか強そうを倒した気がするぞ。やったー、クリアしたぞ。当たった、当たった。宮田選手、ここで一つコメントをどうぞ。よっしゃー、やってやったぜ。はい。はい、コメント力が弱い。新たな大地に行けるようになったぞよ。大事。なんか光っちょる。水の浜に行けるようになったってさ。おお。これ魚、魚いっぱい出てくる、ね。魚いっぱいもらえそうだよね。はい、いけいけ、うん。うちは一番最初に成人男性が、うん、見に行くというシステムを取っておりますので危ないところに行くのはまず。あ、成人男性が成人男性から言っていただくという、無駄にでかい人が無駄にって言わない。跳ね返すってどうだろう。もう一回やろう。猫アス、それ実況じゃなくてリングアナやって言われてるよ。うん、なんか僕にもそういうセンスがあったのかな。みんなの方がコメント力がある。いやだってよっしゃーって言ったクリアしてコメントどうぞ、よっしゃーよっしゃーやってやりましたよ、ね、猫姉さん、あいつらまだちょろいっすよね。絡みがだるいな。ちょろちょろっすよ。ちょっとちょっと量が多いかな。いやみんな私の食べ物っすよ。食べてやりますよ。まあ食べてやりましょう。胃袋に収めてやりましょう。食べてますよ。全部食料だと思えば愛おしいですよ。なあもうね、もう抱きしめて眠りたいぐらいですよね。この鮭を鮭もどきを空飛ぶ鮭を抱きしめて眠ろう。ちょっと生臭いんでしょうね。もう食料ですから。マジ鮭当たんない。よいしょ。鮭に当ててください。来た。よし。集中してる間、また何喋ってたんだな。鮭と戦うのに夢中で。何も喋れない、うん、鮭と戦うのに夢中になってしまう、なんかスズメも鮭も飛ぶやつはめんどくさい。鮭にまつわるトークしようぜ。イエーイ。宮蔵から鮭、うん、北海道弁で
冷たいわ。しゃっけえなー。おしまい。ボケたの。ボケた感じに言ったけど、ボケたの。そうなの。ねえ、しゃっけってでもあれじゃないの。うん、秋じゃっけとかね。でももう暑いとか寒いもんね。お腹空いてきちゃった。おーい。おーい。なんかさ、前回もそうだったんだけどさ、ゲームを進めるということよりも食材を集めるということに気がいってしまうね。すごくやってると。やっぱこう今日の美味しいものを食べられるかどうかみたいな。大黒柱としては正しいんだけど。シャッケのクリームパスワードが何の話うん、なんか面白いコメントあった。お酒作ってるからだねー。左上になんかあったっぽい。終わったら戻ってみよう。さっき左上になんかあったっぽいですよって。あ、なんかね、左上登れそうって書いてますね。ね。鹿の尻を狙っていきましたよ。もう普通にコメント読んでまーす。はーい。イエーイ。左側に何かあと戻れるかな。あ、ちょっと難しそう。ちょっとここ落ちてきちゃったから無理かな。戻るの。もう一回来ればいいか。左上ね。覚えとこ。ありがとう。覚えときましょう。よいしょ。出まーす。もうそろそろ夜になるんだよね。なるんだよね。ね。夜なるんだよね。コラコラ的だよね。ちょっと、コラコなるんだよね。よいしょよいしょ。左に何かありましたよのところが気になるから。君たちは全部無視していく。あ、本当だ。左に何かある。よっ。頑張れ頑張れ。待って。火をつけてしまった。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまでいろんなものを見つけたぞ。鉄鉱石だ、めっちゃ嬉しい。鉄鉱石めっちゃ欲しかった。嬉しい。なんか武器とか作れそうじゃない。そうそうそう、武器作るのにいるんだよね、うん、上行けないのか、こっちは。大事大事。ダメっぽ、ダメっぽ。よいしょ。これ暗いね。つまみ欲しくなってきた。暗いね。帰るか。うん。回復もしないし。かーえー、ピッ。回復もしないし。しないしない。すぐ出まーす。で、春の二日目が終わる。あ、なんかイベント始まった。春。なんだなんだ。夏になるんですか。え？カイマールが。え？カイマールが。え？落ち着け、ミルテ。カイマールがどうしたんだ。うん、貴様でいたけんとも、ちっと目離した隙にどっか行ってしまいした。え、そういうもののおじさんも心を事件じゃん。いなくなるし、一体どうしてや。迷子、ま、事件じゃん。いやいやいや、最終結果とか言ってる場合じゃない。事件事件、急激に事件が起きたよ。俺たちじゃ探せるところが少ないから、神様、カイマルのことをどうにか探してもらえですか。ゆいちゃん、カイマルのことを派手にビンタしてたけど、可愛がってたんだね、ちゃんとね。よかった。カイマル。ちょっとね、徐々が不安定。ゆいちゃん、徐々が不安定。そうそうそう。突然、キンタキンタ言い出した。うん、どうしよう。とりあえず、畑の様子を見て、
早く探しに行きたい。早く探しに行きたい。早く探しに行きたい。でもちょっとた田んぼの様子を見てからじゃないと。なぜなら田んぼ小声で言ったから、小声で言ったから聞こえないかなって思ったんですけど、秋月評価さんしかり皆様、飲んでます。飲んでます。はうまいせん飲んでます。なんだろう。カイマルがいなくなって探しに行ってるはず。いいですね。タウメモンがいきなり最終から戻ってくるの面白すぎたんだけど。ザッキーさんのコメントがすごい秀逸ですね。姉さん事件ですやってるの僕じゃないんだよな。その通りだザッキーさん違うんだ、僕じゃないんだ、やってるんだ。事件起こしたのは宮蔵なんだ事件だ。うん、あのマヤさん七だとか言わないでまあバレてるだろうとは思ってたけど。なになに？いや、僕がお酒を飲んでることを知ってたっていう話でもちゃんとコメント拾って、頑張ってるよ。仕事終わったとこだからね、別にね。うん、なんだったらあの絡み酒消してもいいぐらいめっちゃ会社にムカついてるから、あそこのお疲れ様です。お疲れ様です。何あの会社はいはい、どうぞ。いや、お酒欲しいな。どうぞ。いや、お酒欲しいね。あー、美味しい。お酒美味しいな、美味しいな。うん、うん。買い物どこ行ったの？買い物ある探さなきゃ。どこにいんのかな。探しに行っていいのかな、うん、でも探してきてくださいって言われたもんね。なんかでもちゃんと肥料とか大丈夫？今朝一応セットはしてきたけど、コメント見てたから。うん、ひづきさん、猫姉さん事件です、僕じゃないです僕に事件は起きてません。まあちょっと、今日の会議は事件は起きたけれどもどこにいんだろう、ね、その話は今度できたらする近所とかわからないけど、どこにいんだろう。ヒントとかないのかな。どなたか貝丸の行方をご存知のお客様。乗客されてる方で貝丸の夜なのに探索に来ちゃったけど大丈夫か。どうなんでしょうか。ここは敵弱いとことか大丈夫かもしれないけどね。さあ、ミミミンの皆さんってさ、あったかいよね。あったかい。うん。だけな。僕が会社の文句言ってもさ、ええやでみたいな感じ。迷子のお知らせです。ありがとうございます。迷子です。腹掛けをした。今行方不明です。赤ちゃんが。行方不明になっております。お客様の中でご存知のお客様はいらっしゃいませんでしょうか。いっけね、ボタン間違えて明かりを消してしまいました。ボンミス中のボンミスやっちまったぜ。何も見えませんでした。宮蔵やっちまったぜ。見えなくても意外となんとかなるもんですね。よいしょー。もうさぁ、お酒飲めるミミミンの人、お酒飲もう。ここじゃなかったら、油使っただけの人になってしまう。今日は、夜は敵が強い方がやめた方がいい。なに子供、だから、夜は敵が強いからやめた方がいい。いいわ。低牧場さんかな。うんちゃんさんに、ミフィ先生、子供だから遠くまで行けないのだ。ねえ、なんか、汚
たところから来るかと、はい、いただいてますねなと思ってちょっとそこを探しに来たんだけど、ここはね一番最初に通ってきたとこだから、水原さん、うん、水原なぎささんですかね、うんうん、猫姉さん会議室年末進行かな、うん、頭が大丈夫です心配しないでください僕も頑張って仕事しますありがとうございます。ソイルミストさんがさ画面を開いた瞬間いっけねだったってごめんね突然いっけねつ、うん、いた浜辺にいるかなと思ったけどいなかった、ここじゃないか、ちょっとごめんなさい、振り仮名ちょっと見えてないんで STT さんとお呼びしても大丈夫でしょうか、仕事のお役目のところやなというコメントいただいてます、ありがとうございます。お役目、なんかどっかに出てるんじゃない、カーソル合わせると、探索目標ワールドマップ、カイマルの行方は書かれていなかった、まだ喋ってね、お米のゲームだしみんなで日本酒飲もう、やってらんねえよあんな仕事あ、そういえばあれだ金太と話したよ、やるけどさ、金太どこにやるけどさ、仕事だからさ、カイマルほっといてお酒飲もうぜって言ってる人いるよほっといちゃダメだぞ、じゃあカイマルほっといてみんなで飲もうぜ、イエーイじゃないです金太がいないのか、金太どこにいるの、宮蔵が飲めないからな、宮蔵酒あんま飲まないね、あ、ワンちゃんいる、ワンちゃん知らない、あ、いた、あー、なるほど、いたぞ、敷地内峠からじゃ見えねえ、あんま遠く行かれると鬼が出るぞ、なんとかなるんですかや神様、なんとかするしかないが、どっちを探したものかな、この犬使ってみろ、後から追えるようにっておっさんが置いてったんだ、おさん先帰ってきたけどまたいなくなったんか、匂いを辿ってみるか、そんなことより今屋根の上にいたような気がするんですけど、私いたような、あ、落ちちゃった、あ、もう汲み取ったの今日は、僕嬉しいから寄ってもいい、あ、あ、てるさんがね、なん猫姉さんお疲れ、頭なでなでって言ってくれたから優しい、僕は今日深酒をしますありがとう、あ、上登れたの、みんな飲む流れになってるけど大丈夫、火曜日だよ今日まだ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 いけるっぺや、この仕事の人はなんで怒っちゃうんじゃないか、浮いた気がするんだけど登れたのに、なんかみんななんか飲む流れ、飲む流れになってる、あえーペタッピ、カイマルと猫は高いところから降りられなくなることがある、うね、ミッフィー先生これでいけるようになったところに、覗いてみよう、あれ、なんか屋根の上にいたように見えたんだけどな、さっきちょうど屋根に登る話してたから登ってんのかと思った、あ、いないな、ワールドアンプ行くか、屋根ワンちゃん、赤字のうさぎさん、屋根の上にいたのは金太だったのでは、金太だったのか、金太の大冒険、金太の大冒険だぜ、秋冬だな、新しいところが出たから行くか、明日ご上機だけど気にしない、宝田新さん寝よう、待ってくれ今夜じゃん、夜だから、みんなお酒好きなのかな、あんまりそういう話したことないね、
あ、こんな話しなくていい。ごめん、わかんない。宮沢、ごめん。なんだ。僕だけ飲んでるみたいになってるもんね。何か。乾杯！猫だよー。せーの、乾杯。あ、すいません、あの酒飲みが勝手に盛り上がってます。なんか行ける、新しく行けるようなとこなったとこ来たけど、なにこれ、ブクブク、夜だ、ブクブク、夜夜、これ何、夜ブクブク、大丈夫なんかあ、なんか浮いてる気もする。ん、あ、みんな乾杯って言ってくれてる。楽しい、ね、ありがとう。あのメインはミヤゾウです。ミヤゾウは今何か大変なことになっているよ。そうだね、やば、結構メインイベント的なことしに行こうとしてるからね。朝の、イエーイ、朝には来ないと分かんないからね。乾杯、猫だよ、乾杯。この中入れて、カーディゴ。おいしょ、おいしょ。どうやって行けばいいの？暗いね。こにゃ。画面上で何が起きてるか僕今分かってない。なんかね、水の玉の中、こう。よいしょ、よいしょ。水の玉の中を。泳いでいる。あ、配管工、ようやく抜けれた。配管工感が出てきましたね。はい、あ、宮沢は戦闘してるということは僕が喋らなきゃいけないってことですね。落ちた。そうですか、そうですか。これ難しいな。ね、乾杯。人は叩かない方がいいの。なんかジャンプボタン連打で抜けれるっぽいですよ、水のことを、うん、ところは、アンダーバー警官、ありがとうございます。よいしょ、そう、あ、他の方もジャンプ連打で次の水玉に移動と、泳ぐんじゃーって。あ、明るくなってきた、ラッキー。もう朝じゃん、ラッキー。徹夜じゃん。姫、徹夜じゃん。徹夜ですよ、徹夜でカイマルを探しに来ましたよ。本当にカイマルこっちにいるんだろうな、うん、お魚ちゃんのおかげで上に登れた、うん、サンキュー。よいしょ、あ、おこちゃん、さっき覚えた技とかでいけんのか、もしかして。う、まあ痛い。ジャンプ連打で次の水玉に移動だよって書かれてますね。森城さん、ここに高速で踏み抜ける方って、ありがとうございます。一回やるか。皆さんのコメントを見ると、宮蔵はこの後カエルと戦うことになります。よいしょ。お米を作らず、カエルとひたすら戦うために。あ、向こうか。え、どうしよう、ね、ぜひ助けてあげてください。あそこにどうやって行ったらいいの？冒頭から見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。あの、指名にかかってるわけじゃないんですけど、宮蔵が桜姫をやりたいと僕に、連絡があったという話があったと思うんですけれども、桜姫をやりたい、やるのは構わないと僕は思いました、と思ったんですけど、あ、落ちた！このゲーム、めちゃくちゃ難しいんですよ。アクションとかが。なんで、で、アクション、宮蔵苦手なんですよ。そうなんですよ、苦手。おぉ、ドドドドドド、知ってる？今。ね、こういう風になるんです。下まで落ちた。こういう風になるんですよ。うん、になるんで、だから、やるのかという確認をしたんです。結果、皆様、22時の10時ですね。宮崎が、姫様昨日ご飯食べてないからな。よいしょ。はぁ。ご飯食べないで来ちゃった。なので、暖かく見守ってほしいと僕が最初に言ったのが、そういう理由ですね。10時45分になりました。あ、大変だ。お休みになられる方は、待って、カイマルを見つけて終わりたくない？これでも。見つけられるかな？そんな任せるけど、ここにいるの？わかんないけども。魚、頑張って。もうちょっと。あ、サンキュー。サンキュー。近づいてきた時にジャンプジャンプで、ね、暖かく見守ってほしいなと思ってます。よ
以上猫からでした。あ、いけねえ、これじゃない。あ、魚盛り上がってるかーい、落ちるんかーい、やぞ、上に行けないよ。いや、諦めてはいかん。カイマルが助けを待っておるのじゃ。多分本当にいるんだろうな。これでいなかったらもう帰る行きです。あと思った。チュンチュンチュン、もうちょっと上に行ってくれんか。よいしょ、あ、いいね。チュンを利用していこうと。チュン、もうちょっと上に行ってくれんか。よいしょよいしょ、はい、あ、ダメか。登ってください。よよ、登ってください。上にどうやってが、あ、おはみみです。おはみみ、あ、みんな応援してくれてるよ。うおうおうさおうしておる。みんなミュウィーンの皆さん、多分カエルの時より今一番応援した方がいいかもしれない。この流されないように敵を殺そう。あー、落ちた。もうみやぞーに、あの、元気ふんを元気玉を送ってくれ。もう鮭に叩き落とされてばっかりじゃん。ご飯ぐらい食べてくるべきだったか。リュウカゼさん、猫だよチャンネルではありません。猫だよチャンネルではない、確かに。全然僕メインじゃないです、違うんです。ミヤゾウがゲームに集中するとミヤゾウは喋れなくなるんです。そう、さあここからが問題だよ。だから僕が、お、来たよ、こっち来るじゃん。はい、あ、入れない、はいはいはい、入れない、おい入れない、入れない、おい、怖いよ。鮭がやだよ。鮭殺そう、先に鮭を。なんか落下もしやすそうですね。ほよほよ、よいしょ、入るじゃない、登るじゃない、入りました。ここはこっちに来た時に上がるじゃない、これでいいじゃない、上がりました、上がりました。とりあえず倒す、邪魔だからします。うん、うん、もう邪魔とか言ってる。さっき俺肉とか言ってたのに邪魔って言ってた。よいしょ、あ、入れない、はい、よ、これで上がる、はい、上がります。多分もうちょっと向こうに近づいてくれる時がある。なんかな、あ、ダメだ、これダメ、これダメ、あ、もうダメダメない、よいしょ、頑張って。これでもうここまで行くのもいいじゃん。上に行けんのか、上は行けんのか。帯使うんじゃないですか。よいしょ、ジャンプしてる、わかんないですけど、よいしょ。あ、これだと怒っちゃうんだよ。くださってるんですかね。真上の方が危なくないかな。皆さん、猫だよチャンネル晩酌配信とか求めないでください。ふう、落ち着いた。違うんです。宮園と民がいて、猫だよチャンネルさんです。僕はいいんです。あ、ダメだ。また落ちた。うん、あそこどうやって登ればいいんだ。でも左に一度行かないことには。上がれないんだよな。結構してる人いるかな。多分でも生き方としては合ってる気がするんだけどな。下手くそなだけで。そうだよね。まあ、下手くそなのは知ってる。そうそう、上手上手。頑張ろう。よいしょ。あ、下手くそ。よいしょー。あー、時間が。あー、これはまあ上に伸ばさないほうか。よいしょ。よいしょ。あんまり得意じゃないんだな。そうなんです、コマンドーさん。プレイミヤゾで実況猫なんです。ただ僕、このゲーム初見なんで、何もわからないので、ふう、ようやくヒントでも構わないですし、ご存知の方、乗客されてるお客様の中で、このルートをご存知の方いらっしゃいましたら、ヒントおよび攻略方法を教えてください。じゃないと皆さんがこの画面をずっと見ることになります。よいしょよいしょ。
お願いします。ようやく這い上がれた。はあはあはあ。来たね、来たね。鮭。お前を倒してから私は行く。つつかれて落ちるからな。団子、ちょっと待って、団子おもちさんがめちゃくちゃ超くま。なに。あぶねえ。団子おもちさんありがとうございます。なに。今回あの説明ありがとうございます。ようやくここまで来たぞ。イエーイ。よいしょ。パチ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 。よいしょ。生き残りたい。油断しないでいこうぜ。すっごい手汗です。すっごい手汗です。イエーイピース。よいしょ。入れ入れ。上上がるぞ。上上がれるんだ今。上がれる。上がれたい。上がれたぞ。ふう。ほんで、この先がない。あれ。おや、カイマルはどこかの。あれ、別にこの先ない。急にマサールさん、シャケナベイビーというのと、シャケナベイビーとるんですかね。シャケナベイビー。行けるとこに行けるようになったから来たけど、ここではなかった。イエイイエイニャー。まさかの？え？まさかのここではなかった。それとも道が別にある。よーん、違う、落ちた。落ちたけど別にそれでいいのか。これ大丈夫？はて？体力やばくない？はてはて？よいしょ。発売したばっかだからみんなもわからないね。下にルートないかな。下に降りて右に行きましょう。どこの下の話かな。ね、どこだろう。僕がみんなどこだろうってなってるね。教えてくれ。では一曲歌えばいいんですかね。サラ。あどこちっ。うい。左の方になんかいたような。はい、一番上に行けるとこの下ルートないのかな。どこだろうね。うん、にゃと。一旦帰らないと全部ファイナリスト。まあ確かにそうだね。何？一旦帰らないと全部ファイナリスト。ミフィ先生が、うん、もうこれ以上は探索ルートがない。ない。おっしゃってますね。ありがとうございます。あざます。多分今行ったところがマックスなんじゃないの？さっきまで行ったの。わかんないな。ってことはここに、うん、いないってこと。いないってことなのかな。この左にちょっともう一回行きたいんだけど、おおどどどどどど。ここすごく苦手なんだよな。よいしょ。ああダメだ。うまいとこに引っ付けないと二段ジャンプできない。よいしょ。あ、いける、これはいける。この左側はどうかな。タイが行っただけかな。ねえ、宮蔵には内緒なんだけどさ、ミミミの皆さん、宮蔵には内緒だよ。宮蔵今ゲームに集中してるからさ、僕ちゃんと、猫だよー。どこだよってなんだよ。あれなんだけどさ。違う探索ルートがあったじゃん。みんなでまたご飯食べたいなって思ってるんだけどさ、何がいいとこあるかな。宮蔵には内緒だよ。宮蔵には内緒なんだよ。で、ご飯食べるのに、なんか今めっちゃほら、登るのに集中してるからさ、今のうちに喋ろうかなって思って。なんかあるかな。寝る方おやみみー。おやすみなさーい。おにゃ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 。おやすみなさーい。大変だ。なんかみんなで食べたいとかあるかな。夢中になっていた畑が。日本酒は山野さん、僕普通に自分で僕が飲みます。大丈夫です。
私が。よーよーネクタよー、サトパンさんありがとうございます。うん、あるかな。お寿司食べたい。冬だから鍋。なるほどね。ふん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 。よいしょ。森城さん、ありがとうございます。探索地が足りてない感。宮蔵さん、探索しきれてないそうです。行くとこ行けてないって感じ？なんか行けるとこまで行ってないから行けないんじゃないかみたいな感じなのかな。分かんないけど。カエルかと思ったら梅だった。チェッチェッ。梅を使えた試しがないんだけど。チュッチュッ。チュンチュン。チュンチュン。チュンチュン。ティーカットできるようなものがいい。おー、なるほどね。あ、梅干し作れるようになってる。あ、塩があるからか。なるほど。梅干し作ったぞ。え、3分クッキングみたいなことするの。梅干しって結構つけないと作れる。グヘって言ってたけど大丈夫かな。大丈夫です。びっくりしました。急に梅干し作るって言われたんでびっくりしました。梅干し作れるようになってた。ヤマメの炙り焼きだって美味しそう。ヤマメとシジミがある、うん、もう全部炙り焼いていこう今日は。炙り焼き大会、今日は汁物なしですか。今日はもう炙り焼き大会ですよ。多分明日腐ると思うから。明日腐りそうなものはもうどんどん。なんちゅう言い方。いただきます。おっさんとかいまるがいないよ。おっちゃんとかいまるがいなくなってるよ。ごめんよ。探せなくてごめんよ。空腹で泣き叫んでるで。ほら死ぬほど めっちゃいたんだやん。まあ確かに肥料にして撒いときましょう。ね、撒いときましょう。あれ、ああコンビニ作りそびれた。コンビニね、セットし忘れに。コンビニね、ありがとうございます。あ、負けた。びっくりした。よかった。肥料をまいた。苗は頑張ってる。あ、なんかあれだっけ？今なんだ？おでん。おでん？三部分結の時は、確か、水を抜くんだ。グラタン。グラタン、美味しいよね。宮園、こっちで企画会議してるから、皆さんと。何今企画会議してるから。会議してる？うん。増水ね。ひづきさん、ありがとうございます。読めてないのは、僕がコメント拾うのが下手なだけなので、皆さん気にしないでくださいね。すみません。ありがとうございます。ちゃんと後で確認もします。はい。分結の時に水を抜けって誰かが言ってくれてた気がする。よいしょ。さあ、なんだっけ、ここだ。ミフィー先生、探索地はマップの開放条件なので、今回は2箇所ダンジョン開放されてるのです。うんうん。そうです。ありがとうございます。2箇所。チャトさん、アルコールとチーズは僕が盛り上がるからダメだ。僕だけしか盛り上がらない。きっとこれは。お腹すいた。まず宮園がそんなに飲めない。ミフィ先生、そして今行ってきた男女にいなかったということは、ということですね。という。ですね。おやすみ。ちょっとおやすみなさい。カイマルを見つけたら本日の配信が終わるということで、カイマルを見つけるまで帰れまてんになってます今。僕この通話続けるの？そうなの。カイマルどこにいんのかな。はい、一箇所まだ解放されてないねって言われて。
そこにいんの？ちょっと待って、誰？どこ？誰？どこ？何？どこどこどこ何？何どこ何？分からんな。ソライルカさん、いきなりステーキ、テンション上がる。でも探索度が足りないのは。ちょっと考えてみます。皆さんありがとうございました。じゃあとりあえずここのここクリアするか。あと一個だし。探索地。カイマルくんどこですか。いらっしゃいますか。大田新さん、猫姉さんの好物って何ですか。なんかあったっけ。お酒です。鮭をしばき倒す旅。お酒です。猫姉さんの鮭じゃなくて貝だと思う。ないし、先に起きます。おやすみなさい。寝る方はお休みの。お休みだよ。かいまるくん助けるまで帰れまてんになってしまった。ほう、狭間の口で敵の攻撃を反射して探索値を上げましょう。え、反射ってあったっけ。なんか戦ってるうちに勝手に反射してんだよな、多分。うん、耐久頑張って、飲酒も頑張って、飲酒頑張る。飲酒頑張らないで、あんまり。飲酒頑張る。飲みすぎ禁止。飲酒頑張る。頑張るよ。ありがとうだよ。飲酒頑張らなくてよい。頑張んなくても飲酒って進んじゃうからね。飲酒はかどっちゃう、うん。頑張らなくてもはかどるもんだから。うん。おつまみとか、まあ。お、あ、いけた。水まどいの谷へ行けるようになった。こっちかな。お、行けるんじゃないか。ということは、仕事していくか。ということは、行こう行こう。はい。行ける行ける。よしよしよし。いやいやいや。こっちや。水まどいの谷ってなんか迷子がいそうな感じするもんね。行ってみろー。うん、いそう。イエーイ。行くで。頑張ろう。ありがとうみんな。なんだこれ。ありがとうございます。えい、カイマルを出せ。お前らが隠してるんだろう。返せ返せ。カイマル探すぞ。カイマル探すぞ。ぜひ皆さん、ミヤゾーを応援してあげてください。許さんぞ。お願いします。もうちょっとでカイマルを回収できる。カイマルを回収しないとおじさんとカイマルが帰ってこないのじゃ。寂しいのじゃ、はい、寂しいのじゃ。寂しい食卓になってしまうので心配なのじゃ。またぷよぷよだ。またぷよぷよだ、うん、またぷよぷよの戦いじゃ。こんな多いやつなんだろう。うん、痛い痛い痛い、ね、そっち行きたくなかったんだ。い、終わった。皆さんからよいしょ、たくさんの宮沢頑張れの、かいまるー、かいまるー、コメントが来ています。どこさいただ。すごい変なとこに宮沢はかいまるを見つけることができるのか。これ、どう読むんでしょうか。落ちるのかな。ちなみに、知ってる方がいたら、ここにはいないよという怖いコメント、落ちたー。落ちたー。おっしゃっていただければ。青いのかっこよく。皆さん、お入りか。やっぱそうだよね、落ちるよね。落ちるのどうしたんだ。羽衣で耐える的な感じなのか。応援ありがとうございます。皆さん、頑張ってます。ほいよ、ほいよ。そうですね、今日はスラナさん、つい宮蔵が迷子になってた件、おっしゃる通りです。よいしょ、よ、ね、はい、よ、よ、あー、ダメだ。ほほほ、うん、これでいいのか。
よし、できた。出雲さん、丁寧にありがとうございます。頑張るぞ。次だ。頑張れ、頑張れ。うよ。カイマル倒して、倒してじゃねえ。なんかすごい嫌な感じがする。落ちる気配を感じる。キャー！やっぱり。いや。カイマル助けて、カエル倒そうぜ。ほんと？なに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 ？羽衣フーズ。うん、羽衣フーズ。実は僕ずっと言いたかった。羽衣フーズ。ずっと言いたかった。ごめんなさい、ミッフィーズ。カイマル倒して間違えて、チャンネル登録ありがとうございます。私のこの戦いを見てくれていたのかしら。ありがとうございます。カイマル倒してって僕言っちゃったんでね。皆さんごめんなさい。カイマル、まあ、倒してもいいんですけど。え、なになに？カイマル。いや僕間違えてさっきカイマル倒してって言ったのに皆さん反応してらっしゃってカイマル倒しちゃダメカイマル探してるだけだから、まあ、助けに行ってるから、まあ、場合によっては倒すというかなんでだよなんでそうなるよいしょ落ちるんだなになにもう置いていかれちゃうよいじめっ子いじめっ子なあいつは頑張って危ない羽衣フーズしてよいしょいやあんまりジャンプしちゃダメなのかこうしてう入ってあほうほうほう上に落ちちょ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 うん？なんか違うとこ来た。ちょ落っこちる落ちる落ちる危ない危ない危ない。よいしょ。ああ危ない。はい。これはもうああ危ない。痛い痛い。あれ頑張れやよ。よいしょ。これあれ？ここ最初のとこじゃないよね。ここはどこ？私は誰？あなたはカイマルで。カイマルを探しに来た。なんか私は誰？思春期の一体あなんかなんか嫌なことがあったからここに来たんだよ。人から来たんだよ。Understand? You understand? ここどこだよ。ここどこだよ。こんなとこ来てないよ。うん、なんかいいとこ来たよ。あなたはミヤゾという名前ではない。なんか全然違うとこ来たな。それはそれで、それはそれでなんか探索度上がっている気はする。あなたは猫だよ。あなたは猫だよ。猫だよー。はい。ミヤゾーも猫耳だよー。猫っぽい。僕っぽい。そんな利用してほしいな。めっちゃ落ちたね。すごい深部まで来たよ。これは来てよかった。猫さんいかがですか？はて。なんか男女長くない？猫さん。ん？猫さん。猫っぽく喋ってください。にゃーん。にょーんにょーんにょーん言ったっけにょーんあでもおかしいっしょにょーんやいな敵倒す、うん、はいバリエーションの問題ではなく俺たちが猫だよそっかそうなるのかそうなるのか。ここあんま関係なかったな。うん。敵がいただけだったな。上。上かやっぱ。上なのかなじゃあ。上だねだもんね。少しコツをつかんだ私であった。お、いいね。敵が多いな。これは完全にカイマルを回収するか。
ぶん殴るかしないと配信が終われない ね、 ねこの流れだ。そうなんだよ、終われない。カイマルはどこなんだ。カイマル、あ、肉がいっぱい出た、肉がいっぱい出た、肉だ、うわ肉、よいしょ、肉だ、よよよよ、ほいで、んんん、ここまで来たのはいいけれど、んあの空気と一緒に回ってんのやだね。やだね、上に行けないね。さっきここ飛び降りちゃってダメだった、ね、耳の皆さん、コメントめっちゃ面白いです、ありがとうございます。あのちょ笑いすぎてちょっと紹介しきれない迷子だよ、迷子だよ、迷子だよ、ちょっと暗くなってきちゃったから一旦帰るか。今日も見つけられず、見つけられずだよ。耐久配信なの。耐久してるわけじゃないんだけどね、結果的に耐久になってるね今ね。みんなも耐久でごめんねって感じだ。ミヤゾミヤゾミヤゾ、なになに、あのさ、配信中に言っていいかわかんない、なになに、わかんない、え、あの、お花摘んできてよい、いいよ、うん、ごめんねバカ、といでいといで、はぁ、しかし、アクションが難しくなったものじゃの。難しいの。ご飯ばっか入れちゃダメかな。防虫がどんどん減っていくんだ。こんな大事そうなやつ入れれないしな。ふむ、一旦これでよし。ういちゃんも大丈夫かな。水はもう入れた方がいいのかな、それとも出水だからお水入れた方がいいのか。水、ぐらいかな。よし。よいしょ。ただいま、ごめんね、今日も見つけられなかったんだ、許してほしい。何か食べるますか。大丈夫かな。汁が何もない、今日は汁がない。しかし炙り揚げがいっぱい、炙り揚げだって、炙り焼きがいっぱいあるからね。あ、梅干しがなんかあれだ、旬だわ。間違えた、ヤマメかな、と梅干しかな。旬のものは、あ、でも体毒つくからどこのとこ行った時に行った方がいいのか分からん。食べよう。かいまるね、お腹空いてるよねきっとね。猫だよ、おかえり、鷹を買ってきたぜ。マジか、お疲れ。なん
かちょっと無理したぜ今。強く生きてくれ。うん、頑張る。どうですか、進んでますか。今ね、うん、稲は順調に育っているよ。猫だよ。うん、カイマルとおっさんは今日もいない。カイマルとおっさんワンシーズンに確実に飯を食べてない。完全に消えたもん。あー、完全にワンシーズン。このまま行こう、米が食べれない。とにかくもう一回行こう。うん、あー悔しい、うんうんうん、さっき落ちたのが良くなかったと思うから落ちないように行くよ。肥料撒いた、さっき撒いた撒いた、うん、撒いた撒いた、大事大事。あれ、ここは落ちていいのか。よいしょよいしょ。もう君たちのことは忘れていこうかな。さようなら、さようなら。うん、でも邪魔されるんだよな、飛んでくるやつ。飛んでくるやつだけちょっとやっとくか。よいしょ、よっよっ、よいしょ、よいしょ。さっきより渡るの上手になった。なるほどね。よいしょ、はい、丸やーい。どこじゃ、さっさと出てくるのじゃ。ん、ほいた、あ、落ちた。なんでジャンプが下手なんだろう私。コメント欄見せろ、落ちた瞬間見てなかった。ジャンプ下手マン落ちたな。すごく一生懸命待っていたのに。よいしょ。ここどうやって渡ったらいいんだ。あ、おりょうど落ちちゃう。あの青いやつは絶対落ちるやつだからねえ。羽衣を買って渡れシーズン超えたら多分ガシガシしてますよね。カイマルは特殊な訓練を受けているので大丈夫です。すごく面白い。あ、確かに。さて、ここからどうしたものかの。ちょっと待って、よっと、あ、これでいける？もしかして、なんか、宮添偉い、宮添偉い、本当一番大変だっておっしゃってました。宮添偉い、カイマルいない、カイマルいない。来たのに、ここまで来たのに。この場を借りて、お礼を言いたいんですが、僕の代わりにロケハンをしてくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。うん、僕いつもロケハンされさせられてるんで、あの、あ、えー、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。どうしたらいいの。何もとは言いませんが、何かします。頑張ったのにな、行き止まりだったの。もしかして宮蔵に何かさせます。猫ちゃん頑張って渡ってきたのにさ、何もなかった。お酒作るとこなんだよ。何何、え、頑張って上のとこ渡り切ったけどね、プレゼントしか置いてなかった。やっぱ先に進まなきゃいけないのか、ここ。半年ぐらい、半年ぐらい放置してもいいんじゃない。おっさんと赤子を、お米、お米、お米作るのメインに持ってったらいいな。いなくなったんだ、へえ。じゃあまあ、そうなのか。すまなくないって。いや、まあ、ちゃんと赤子、そんな。まあ、まあ、そんなに、なんか、まあ、痛い。感じはしない。まあ、諦めない。みんなだって、せっかく今日、ミンミン舞作るんだってなって。ひょーっと。ね。そんな迷子になったって言われても、わかんないけど。あ、やばい。おい、痛い痛い痛い。痛いの。どっちかじゃない、着地点としては。階級なのはいいけど。よいしょ。あ、僕今からなんか危ない。攻略サイトとか見てこようか。怒っちゃったけど、なんかプレゼントあった。言ってくるけど。こういう。こういう。いただいたわ。
よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。落ちちゃった。23時20分になりました。はい、寝る方はどんどん寝てくださいね。お騒がせして明日がある。すみません、本当に正直僕ちょっとふわっと打ち合わせというか軽く聞いてたんですけど、こんなに長くなると僕も思わなかったんですね。そうだよね、宮園も思わなかったからね。カイマルがでもいないままでいいのかという話ですよ。だから放置していっそのこと1年ぐらい放置して米作るか米を作り続ける。いやいや、だってめなんかそのね、チャート通りにやってもなって気もするじゃん。よいしょ。どこの馬の骨とも分からない。あ、そこじゃない。グー。なので米作るか。うまいこと言ってたんだわ。どっちがいいんだろうな皆さん。何が？すみません、夜分遅くまで。12時超えるんじゃねえか。やだーやだー、やだー、そんなに遅くなりたくない、みんなごめん。こんなに長くなるとは思わなかったんだ。前回の配信より長くなった。カイマルが見つからないがためにカイマルが見つからないまま終わるわけにはいかないだろう。でもさすがに、さすがに赤ちゃんを残して終わるのは道徳的によろしくないでしょ。なんか体図体だけでかいやつのことも忘れないであげてください。あ、こっちでいいの？いいって言ってる人がいるから、同じとこ行くんで大丈夫ですよって言ってくれた人がいるから、私は先に進む。そんなヒント出すな、バカ。猫寝たくないのか。お主寝たくないのか。これは放置して米を作るルートじゃないのか。もっとカイマルとおいちゃんに優しくして。その世界線も見たくないか皆さん。あれ、これさっきのとこと違うのか。もう全然わかんないぞ。宮蔵迷子だぞ。カイマルも迷子だが宮蔵も十分迷子だ。さっきこの辺であるか。この辺でもう疲れちゃった。待ってー、皆さんやさすがにもう締めるのかな。ヒントをくれなくてもしません。どうなんだ。えい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 、おりゃ邪魔しないでくだされ。どこ皆さん、ちなみになんですけど、この後仮に何ですか、口は悪いですけど、クソガキを回収したとして。なんか言った。なんか言ったでしょ。したとして、米を刈り取るとこまで見たいですか。翡翠を手に入れる。みんな戻ってよかったなっていうところでやめたいですか。多分ね、秋までやると、秋だよね収穫って。秋で、ちなみに今夏、今夏でしょ、多分ね12時超えるか超えないかぐらいになると思うんですけど、ここはでも超えられたらの話だからね、まずね。登れないんじゃが。であれば、じゃあ1時か2時になるかもしれない。寝よ。寝よう、もうみんな。どこゴールにしますか、今日の配信は。ここ登れる？登れる？ここ登れる？ん？登れる？知らない。僕やったことないし。よいしょ。あ、登れた。はい、でもここから来た。ここから来て、さっきここから戻れなくてやめたのか。そうかそうかそうか。おやみみ、おやみみ。はい、でもどうして、カイマルを借り、カイマルを借り取りましょうって言われてる。あ、じゃあそれで行きましょう。納得しない。ダメダメダメ。子供、ちっちゃい子、お子さんに優しく。暴力ダメ。暴力ダメよ。ミルテさんに怒られちゃうよ。うん、怒られちゃうよ。ダメだよ。あ、下、ここ、あれ、ここ来たことない、来たことある、もう全然わからないね私。ここどこ。ここ最後、ここ最新部、こ
こ生き残ったらいい。ちょっとちょっとなんか気持ちが面白い気持ちが折れてきたよ。僕読んで面白いと思いました。僕はすごく今猫さん、私こちょっと心折れてきたけど。じゃあ僕たちが初めて出会った時の話をしようか。心折れしい何かだけど。だから違う違う、ネアーズはアクションやるのーって話したじゃん。マリオとかレトロゲーはいいけどさ、マリオってちょっと若い子の子だよ。もう最新作のアクションやって大丈夫なのって言ったよ、僕ちゃんと。でもこれは稲作をするゲームだからね。いやだから稲作じゃない部分で今つながってるわけだから。無理せず家に帰って休みましょうって言われる。完全に一シーズンいなかったね、こうなったことにより。皆さん帰っちゃうと完全に本当に約1年ガキンチョを放置するルートに入りますけど。わざとじゃないんだよ。わざとじゃない。この後秋になるんで、多分稲作して米作ってってやってる間も放置になるはずなんですよ。帰っちゃったよ。右側を帰っちゃったよ。ミミミンの皆様、大変なご報告があります。今日の宮蔵ソロ配信。帰れないよ。告知はしていませんが、待機配信になります。ありがとうございます。もう夜だから帰ろう。しょうがない。夜だから。お付き合いしてくださる方、親耳な方、寝てください。カイマルを取り戻したら私も寝ます。一回だからあれじゃないですか。閉めるじゃないですけど、なんかあった方がいいじゃないですか。なぜですか。ちょっとなぜなんですか。いや、まあ、なんでですか。カイマルに、あ、ちょっと待って、コメント読みながら、僕、この文章喋るのすごい大変なんですよ。こんな配信になるはずじゃなかったから。困ってるんですよ、そうなんだよ。ごめんね、みんな。だから、カエルを拾うね。じゃあ、まあ、カエルは拾いながらで構わないです。カエル拾うね。宮沢、後で覚えてろよ。なんでだよ。バーカ。そうですね、ちょっとね、日付超えちゃうかもしれないので、明日ね、お仕事とかある方とか、お休みの方とかもいらっしゃるかもしれないんですけど、寝てくださいですよ。はい、宮蔵がポンコツなのはいけないんで、まさか待機配信になるなんて。そうだね、眠いね。なので、いや、へぇ、宮蔵はそういうこと言うんだ。僕めっちゃ仕事で疲れてるんだけど。あなたも知るでしょうか。なのですいません、ハサミでね、申し訳ないです。なんで僕が MC みたいになってるの。いや、なんか頑張ってくれてるからちょっと任せとこうかなと思って。待ってた。どういう状況。羽振り焼きまくるぜ。なの今日はテンション上がるのや。ちょっと待てや。なんでや。今日は、なので皆さん、まあメニューのこともね見つつね、炙り焼き定食。僕ライターなんですよ。書くことはあるよ。こういう文章もねあるけど、僕がそんな、もういいよ、もう終わったよ、やるよ。なので、お休みになられる皆さん、ね、明日の配信、タミちゃんの方かな、今日裏でね、タミちゃんの配信あったりとかしたと思うんですけれども、こんなまでタイムシフトしてたら見れるのかな、多分。ちょっと YouTube の方もわからないんですけど。猫の間なのかな。なので、見れると思いますし、この後、まあ、どんぐらいかかるか、僕が一番怖いです。いやでも今、伊吹うつほさんが、あのまま右に行ったら終わりでしたって言ってて。なんで行かなかったんだよ、バカ。なので、ちょっと宮野さんもこの後喧嘩するとは思うんですけど、なんでだろう。お楽しみに。なんですけど、お休みになられる方は、なんでしょうか。後で見ていただいても全然宮蔵頑張ってると思うので、全然
なんでしょう、むしろ寝てください。ということです。みみみんの皆様頑張って、みやぞうはですね、みみみんまいをみみまいとかね、おっしゃってくださる方いましたけれども、作りますのはね、これ僕も付き合わされる。なので、お休みになれる方は明日のお仕事頑張ってください。以上、猫からでした。よいしょ、よいしょ。なんで僕が閉めるんだ。閉まってた、閉まっていた、閉まっていた。おやすみなさい。あの、だから猫だよチャンネルじゃないんだ。だんだん、なんなんだ、何をさせてるんだ。よいしょ。おい、耐久配信なんて聞いてないぞ、みやぞ。いや、私も知らなかったよ。よいしょ。え、なんだって。え、私も知らなかったって言った。やんのか、やんのか、こら。何をやるんだ。あ、よいしょ。あ、とりあえずもうそのガキンジョ捕まえて、なんか米作れ。飲みすぎ。お酒飲みすぎ。口も悪くなるわ。まあ、ごめんね、みんな。ね、お付き合いいただけることを、楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。こっからが多分、今回の配信の後半戦です。なんだよ、最初のカエル倒すっていうふうに。ん、何なの、ヘブンマークなったよ。え、何、なんか音飛び飛びなんだよね。めっちゃ笑われてるよね。うん、にゃ。でもここ別にこっちでよかったんだよね。こっち行って、よいしょ、こっち行って、さっきのとこ右に行ったらおしまいって言ってたから、お魚に決められる。さっきのとこ右に行ったらおしまい。さっきのとこまで来たいよ。よいしょ。ひづきさん。よ。あの、酔ってますかって言われてるんですけど、みやぞうが一番知ってると思うんですけど、あの、僕泥酔すると危ないです。ん？喋れてるんで多分泥酔ではない。酔いは回ってるかもしれないですけど、こんぐらいがいつもです。なになに、はい、ちょっとマイク遠い。いや、ひづきさん、あ、すいません。ひづきさんがね、酔ってますかってご質問されてたんですけど、うん、あの、宮蔵ならわかると思うんだけど、うん、酔ってたらもっと喋れてないと思うんですね。あの、本当に人として終わってるぐらいのレベルに行くので、配信に出れないぐらい行くの。ゆいどれ猫ちゃんに姿、名前変えない。そうだね、その姿見せたくないな。回復したいの。おかしいな。見せる。すごいよ、なんかもう伏せてる言葉とか全部言うよ。もう食らいたくないんだけどな。だって皆さん知らないかもしれないけど、僕一応ライターやってるけど、だって R 指定の作品とか普通に書いてるからね。何でも喋るよ。にゃ。モラルが少ないと思う。少ない。何の話してるの？モラルがない。何突然何の話してるの？宮戸さん、ダメージ食らいすぎですね、これは。自動回復ついてないんだよね、今回は。もうないんだ。課金所回収しようぜ。回収したいな。なんかさ、
こういうゲームってさ、途中でなんかさ、アイテムとかで回復できて、回復ね、途中で回復できるんだよね、多分。少なくとも今は、うん、多分ご飯食べて自然治癒だっけ、うんうん、そうそうのつけて、うん、って感じなのかな、うんうん、結構厄介だよね、その辺はね、アクションゲームにしちゃう。そう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 、だってロッ、ロッ、ロッなんとかさ、うん、ロッ、ロッなんとかさ、右行けなくなっ、いい感とかあるじゃん。うん、ないよね。そういうのないからね、うん、あれれれれ、ないない、道がない、迷子なう、んんんこっちか、へえ、こっちから来たよね。でもあれ、こう上行くのか、上行くか。あのよいしょ、なんすかコメント見てるんですけど、よいしょ、猫はなんか VTuber デビューとかした方がいいんですか。何ですか、何の需要があるんですか、僕に。僕、うん、そうですか。あ、ダメか、やられちった、やられちった。いやー、宮蔵さん、水たまるとか、これは12時超えますね。まあまあ、そう言うなって、そう言うなってっていうか、なるねってお客様というか、皆様にも買った方がいいんじゃないでしょう。厳しいかな、みんなを解放してあげるべきなのか。ラウェリー、ラウェリーよ、ね、ちょっと攻撃力が心もとないんだよね。いやよいしょ。なんか今無意識ににゃーって言った自分がすごく恥ずかしかったんだけど、ちょっと待って。聞こえたかな、ボンバー聞こえてないよね、大丈夫だよね。うん、これは通ってよくて、よいしょよいしょよいしょ。ミフィ先生、一番下まで行けばいいのだ、楽じゃーって言っちゃってますよ。一番下まで行けばいいって、一番下、ちょっと待って、わかんないにゃ。いつもさ、ん、見ていいよって言ってくれてありがとう。うん、じゃあ、寝るね。これで、まあ、ルートとしてはここ落ちて、うん、嘘です、ありがとう、気使ってくれて。なんか下の方行けばいいよーって言ってますね。よいしょ。よっ。あ、そうそう、直してもらったんだけどさ。みんな猫姉さん、猫姉さんって言ってくれるじゃん。うんうん。なんか、みんな悩まない。何が？わかんないけど。猫の表記、皆さん危ない違かったりするじゃん。今そういう場合じゃない、ごめんね。なんか皆さんとなんか決めた方がいいのかな。なんか別に僕はそんなに出張るべきじゃないと思ってるので。神ちゃんが来てくれたらしいよ。いらっしゃいませ。え、そういうことじゃない。いらっしゃいませ。配信お疲れ様です。こんなもんお疲れ。お疲れ様でーす。みやぞーのせいで なぜか急に耐久配信になってます。にゅっ、うん、あそこ上じゃなくていいんだよな、下でいいって言われたもんね。下に行くのだ、下じゃ下じゃ、うん、なんか皆さん下だ下だここは水玉ルートってさっき誰かが言ってた気がする。よいしょ。うん、でさっきこのうさぎちゃんのとこでやられたから気をつけよう。ヒロさん、僕は R 指定のセリフは読みません。よいしょ。書きますが読みません。おい、これはプロの方にやっていただきます。右か、ここが右か、ようやく着いたか、まだ右があるのか、ふむ、ここまだ右着いたのかな。ついにガキンチョを回収するかぶん殴るかの選択肢が、
さっきここまで来たね。ここまで来て右ですよって言われて終わったね。右とは右ってここからどうやって行くの？右ないぞ。乗客されてる中で、この面を知ってる方ここから先をご存知のお客様挙手していただけますと幸いです。左下に降りる、ここから右、はい、左下に降りる。はい、はい、応援の言葉も大変助かります。ありがとうございます。ここさらに、うんうん、おー、できできよ。おやだ。よいしょ。いい感じやん。よいしょ。よいしょ。なんで耐久配信なんですけど。あ、やだやだ。おいしょ。にゃほい、まだ敵がおるのか、うまいか。よいしょ。ここでやられたら元のもかげでやるからな。慎重に慎重に。そうだね、この戻し作業見せられるの結構きついよ、ね、だって僕喋んなきゃいけないんだよ。あやー、どういう、よし、カイマルのことは諦めるか。ちょっと待て、いや、1年間監禁ルートになっちゃうけど待て、本当にそれでいいのか。あそこを超えれば良いのだろう、多分。皆さんはそこで全員耐久することに、あそこの一撃で耐久することに、ことに関しては皆さんもう諦めてるよ。みやぞうが多分2時ぐらいまでかかるだろうぐらいの気持ちで多分見てるんじゃないかな。よし、おじさんいないから今金太に任せる出てて、これもしかしてレアなのでは。あんまレアかもしれないけど、どうなん、金太に任せる出るの初めてなんだけど、田植えもんに任せるがどっとです。金太に任せてみる。金太にも、あ、でも自分でやった方が技を覚えたりするからね、うん、あー確かにね。いやー私多分 ね強い武器できると思うんだ、はい、実は。あー確かに、そうそう、だから強かもしれない。攻撃力不安って言ってた。そうそうそう、ね、武器を強くしてから最後のチャレンジをしてこれでカイマルが助けられなかったらもうミミミンのみんなを解放してあげようと思った。疾風の鎌倉を習得しました。一回切ろう、はい、何がチャンネル切ろう。あの一回切ってすぐシャープさんのサムネを作ってええいや作ってやろう。もうここまで来たらできなかったじゃダメだ。いやーかか この回でやるかじゃないかな。皆さんのご意見募集してます。でもなんかみんなも寝覚めが悪いと思うんだよね、カイマルを放置しておくのは。終わり。どうなんだろうね。完了。ミミニンは人質だったって言われてますけど。そう。みんな見守ってるくれてるからね。見どころじゃないですか。これは干してるんですか。これは干してます。取ったばっかりんだと水分量が多いので干すんだそうです。これのなんか干し方も地方によって違うらしいよ。水抜いてって皆さんおっしゃってますよ。水抜く先に水抜いてから刈り取った方が良かったみたいですよ。あ、そうなんだ。へー、違うんだ。じゃあ来年は気をつけます。ごめんなさい。2段になった。初めて2段になった。初めて埋まったし、初めて2段になったよ。
こんなにたくさん取れたの初めてだからじゃない？皆さん水浸しなことに関して、おかんぶりなんですけどもだってほら来年から気をつけましょうね。終わり終わり、気をつけましょうね。よし、はい、秋口はこの、うん、肥料なんかの大事なんですか？なんかね、あの土地の肥料は冬の間も撒いといた方がいいですよって言われたよ。やっぱ育て続けなきゃいけないんですね。土が育つのではないでしょうか、その間に。あの大丈夫です。姉さん切れてません姉さん切れてません、大丈夫です。あのみやぞうと仲良くなかったらこん、言葉を選びませんが、配信に出ませんうんうんうんそやね、うん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 、そんなに切れやすくないです。はい、失敗しまくってるから食べるものがなくなってきた。自然治癒が1ついて、でもこの後冬とか来る頃なんか加工食品とか作っといた方がいいんじゃない？対価、対価関係ないな。なんか自然治癒2になるからこれ食べよう。準備をしていくことを覚えた、うんうんうん、大事。自然治癒をもう1個ぐらい作る。治癒強化があるの、治癒強化しておくか。フロソ、フロソさん、カイマルは強い子、うん、米の方が大事大丈夫大丈夫。でもでも半年放置するのはきついんじゃないかな。多分ねムキムキになってるとこの間中絶対さ、うん、そうだね、一人で生き抜いてるんだからさ、すごいムキムキになってると思うよ。裏ボスみたいになってきそうだもんねよくも1年も放置してくれたのしっくりかな、ずっとすんとすんみたいな感じできそうだ。あやだ、雨降ってる、乾かないじゃん、乾かないよ。よくもさん、よくも1年も放置さん、はい、そう、あの1年放置する覚悟も踏まえた上で、ちょっと今11時48分なんですよ、うん、23時48分となりますか、なので、うん、僕の話を聞いてほしいんですけれども、うん、聞きってみやぞ聞きって、いやだから聞いてるって、何、ストップストップ何何何だよみやぞ、もう一回言って、一回、うんうん、一回もう一回言う、もう一回言う、もう一回大丈夫。一回、日付がまたいじゃうから、そんなつもりじゃなかったでしょ、配信するとき。うん、ごめん、もうちょっと大きな声で言って。うんうん。こんなに長くやるつもりなかったでしょ？なかった。でしょ？で、もうやるんだったらやるでいいと思うんです、僕は。なので、ただ、セーブしてください。これ一回切って、シャープ3を作るか、このまま流れでシャープ2を延長でバッてやるかだと思うんです。うん。ので、それの判断をしてください、まず。鉄鉱石があと2個ないと、強い武器が作れなかったんですよね。ちょっと待って。はい、はい。はいはいはい、なんで鉄鉱石を取って、はい、強い武器を作った上でカイマルを救助に行かなければいけないと私は思うので、僕システム上わかんないんですけど、すぐ今、うん、例えばじゃあお休みって皆さんにして、うん、サムネ作ってすぐ配信っていうのはできるんですか？できるけどあんまり意味ないかな。なのでカイマルのことは一旦皆さんから忘れていただいて、次回カイマルが、うん、助かってる状態を始めたって思いますもうエイジになっちゃうからね、エイジになっちゃうから、じゃあ一回ちゃんとカイマルのことは諦めよう。ミヤゾーの、じゃあミヤゾーの口で今日やった配信のこと一回ね喋、はい、って、このやりますよ、やりますけど、猫だよやりますけど
あの今日あったことを報告していただいて、一回皆さんにお闇見して、で、何ですか、裏宮蔵ソロ配信とでも言うんですが、ここからいや、しませんから、そういうことはしませんから。いや、しましょう、助けておきましょう、やるんだったらやりましょう、やりましょう、なんで見たいよ、みんな、かいまる助けるの見たい、見たいんじゃない、もう一回カエルの、あ、じゃあカエルのケツを狙うと、まず鉄鉱石を、うん、取りに行かなきゃいけない、地味な作業を見せる、地味な作業を見せることになるか。そう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 、押してしまったんです救助予定で、かいまるは救助される予定で進めたいと思います。裏見たい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 人もいるのか、そうか、裏見たい、いいもん別に。僕ね、ね、明日だってたらね、明日ってか、この後か、ね、3時までぐらいだといいよ。みんな寝てちょうだい、かいまる、はい、かいまる回収できなかったら僕多分切る。何が、かいまるぶん殴るとか見ない、ごめん、寝る。はぁ、みんな、あ、ごめんね、僕がぶん殴るとか言ったから、そういう意味になっちゃったのに、あの、かいまる可愛い子だよ。じゃあ、とりあえず、まあ、この配信はですね、一旦、はいはいはい、シャープ2としてね、魚姫シャープ2ですよね。そう、魚姫シャープ2としては、一旦終わります、はい。なぜかというと、私は次回の告知をしたいからです。あー、大事ー、そう、みんながいるうちに次回の告知をしたいので、そうだよね。そうそう、誰もいなくなってからでは遅いので、ちょっと次回の告知をするために、そう、一旦一回ここでやめて、10分後か15分後にみんなトイレ行って、ね、トイレ行って、もう寝る人は寝る支度して、お布団入った状態でスマホから見るみたいな、ね、見るみたいなね、本当にあんの、え、まあいいけど、やるんだとやったら、でもすごい地味でしょ、あの、サムネ2回とかがカイマルを助けるだけって。待って、待って、かいまる、でもさ、でもさ、米まだ完成、米の完成度、うん、とかも分かってない、分かってない、分かってない、まだ分からないからさ、まあ、かいまる救出、おわぶん殴ると、そうそう、うん、米の、完成度みたいなところは、まあちょっとポイントなんじゃないですか、そうっすね、ちょっと一旦ね、じゃあ告知だけしようかな、来週の告知をね、来週の宮川のソロ配信はあることですね、うん、はい、はい、これは、あ、すいません、あの、猫すごい埋まってるんですけど、ちょっとあの告知画像出すんで避けました。あ、わかりました、わかりました、はい、待ってます、っていうわけで、僕埋まってるよ、一旦予告しますよ、はい、でん、はい、うそ、次回予告です、次回に、宮蔵のラジオっぽい配信、ふにゃふにゃラジオやります。え、なんだこの雑なラジオ。ふにゃふにゃラジオやります。で、ふにゃふにゃラジオですか、なんでふにゃふにゃなのかっていうと、はい、タイトル案をみんなに、はい、こう投稿してもらおうと思って、はい、例えば、まあ、宮蔵のラジオっぽい配信、猫ラジー、はい、今週のタイトルは誰々さんからいただきました、僕 MC だね、僕 MC だね、それね。それ僕 MC だね、みたいな感じで、ほぼ毎週やろうかな、毎週じゃないか、毎回、はいはい、毎回変えていこうかなみたいな、はあ、なるほどね、はい、ほんほんほん、で、質問とかじゃあちょっとある程度進んでからしますね、はいはい、はい、で、まあ普通オタご挨拶とか、はいはいはい、うんうんうん、僕今埋まってるんですけどどうしたらいいですかみたいな、先日の桜姫の配信見ました、まあ、宮蔵さん、下手っぴですね、僕埋まってたんですけどどうですかっていうのは僕なんですけど。僕今埋まってるんで、まあまあ そういうね、そういう感じの通り、はいはい、普通歌も募集されると、はい、はい、まあ、メールテーマとして、はいはい、あなたのおし鍋教えてください、はいはいはい、っていう冬っぽいやつ、おし鍋ですか、
はい、なんかほらさ、これだけは絶対に入れますとか、うん、秋田の方の方だったらきりたんぽを入れますとかさ、あるかもしれないじゃん。はいはいはい、あ、ご当地鍋ですね。そうそう、ご当地、うちの方では何入れますよとか、うちの方では出汁は何入れしてますよとか、はいはい、僕はチゲが好きですとか。そうそう、チゲ鍋って鍋鍋みたいなね、鍋鍋鍋鍋みたいなね、ありますからね。そうそう、今回はってことですか。そうですね、今回はあなたのおし鍋教えてくださいっていうのは、来週11月末の、うん、みやぞソロ配信火曜日何日ですかこれは。はい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 、一応予定としては、まあいろいろ忙しいとですね、はい、来週24日の配信か、火曜日の配信をこういう配信にしたいなと思ってらっしゃると。そうなんです。はい、で、あと、まあ、メールテーマもう一個、はい、冬だからこそこたつに入って食べたいアイスは何ですかと。まあ、あったかいお部屋で食べるアイス最高じゃないですか。うん、美味しいよね、わかるよ、わかるよ。そんな感じでみんなからメールをもらって読んでトークしていきたいなと思いますよ。このあなたのおし鍋っていうのと、冬だからこそ食べこたつに入って食べたいアイスっていうのが次回の、はい、メールテーマですね。メールテーマになるってことですね。はい、で、宮園マシュマロがあるんですけど、後でツイッターに投稿しますし、あと概要欄にも貼ってありますので、そこから投稿してください。まあ、それぞれタイトル、普通たとか鍋とかアイスとかでこう投稿していただけると、私が、メールをまとめるときに大変楽でございます。お名前はなんか最後のところにつけといていただくとか、頭で名乗っていただくとか、最後につけといてもらった方が楽かしら。うん、まあ、名前書きたくない人は書かなくてもいいですし。そんな感じでゆるくラジオっぽい何かをやりたいと思ってます。もう、ちょっと、はい先生、みやぞん先生、はいはい、どうぞ。猫ちゃん、これ僕出るんですか。どっちでもいいよ。来てもらえたら楽しいし、忙しかったら全然無理しなくてよいし。でもなんとなくなんだけど、みやぞん思うんだけど、みやぞうさん、ねこ姉さん、こんにちは。みやすって誰すか。みやすって誰すか。なんですか。みやぞうさん、ねこ姉さん、こんにちはっていうメールが来そうな気はする。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、え、待って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 、みみみの皆さん、猫いる。え、出ますよねって言われて。よくない。え、出てほしい。猫ちゃん出て。まあです、マシュマロ基本匿名なので、名前書いていただかないと、お名前をお呼びすることができないので。マシュマロは、そう。そうですね。はい、誰々よりみたい。かっこ誰々みたい。なんでもいいですけど、はい、名前がわかるようになければ、はい、お名前を読ませていただきます。皆さんあれじゃないの、宮沢が、だって、これ60なり90分ぐらい喋るわけでしょ。どっちでもいいけど、出ないとみんながっかりするだろうねって言われて。すっげー圧かけなきゃいけないとこで噛みましたね、みやぞうさん。圧がすごい。ご出席お願いしますだって。むしろいない未来なんてあったんですか。あー、そうですか。まあ、もう本当に仕事がね、大丈夫ならで良いので。いや、あの場合によっては完全に先んじで潰すんで大丈夫です。さすがっす、さすがっす、姉さん、さすがっす、強いっす。本当にど、いや、ドンピシャで重なってなければ潰せるんで大丈夫です。かっこいい、みんな、猫ちゃんにご褒美のお酒を送ろう。やだよ、こんな話すんの。やだよ。知ってる？皆さん知ってる？はいはい、宮蔵より僕年下なんだよ。
もういいや。分かった。じゃあ出るよ、来週。出れば。現地を取ってしまいました。喜んでくれる。まあでもね、本当にすごく忙しかったら来れない場合もあるかもしれないんで、その時は足からご了承ください。すいません。はい。はい。お願いします。はい、というわけで、12時になりました。はい。というわけで、次回予告でした。マシュマロの方をツイッターであげるので、はい、ツイッターと概要欄にも貼ってありますので、よろしくね、と貼るので、はい、タイトル募集、ふつおた、おし鍋、こたつで食べたいアイス、はい、いうのを、皆さんにマシュマロで送っていただくという応募方法でございます。よろしくお願いします。来週の24日ですか？はい。に、ラジオとして、採用だったり、その分からないですけど、ので、マシュマロの方に投稿をお願いいたします。お願いします。はい、というわけで、というわけで、本日も超えましたんですが、ああ、そうですね、この後、この後もあるんですけど、そうなんですよ、助けてカイマル、どうします？カイマルを探して。でもなんかシリゾーとかもありましたよ。どうします？どうしようかな。作謎だったっけね。まあいいか、もう今日はカイマルを探して、シャープ1 カイマルを探して尻とかどうですか？なんで尻なんだよ。尻の話してないよ。最初にあんだけ、カエルのケツを狙う。カエルおかしいな。カエルましたから、あそこでさ、カエルをかっこよく倒したにもかかわらずさ、こんなに長くなるなんて誰が予想したでしょうか？僕は本当に予想してませんでした。私も予想していませんでした。まあとりあえずカエルマルを探しててさ、他のタグにかかるんじゃない？かかるかな。ちょっと確認しましょうか、兄ちゃんに。よいしょ、確認しましょう。皆さん今やってらっしゃると思うの、発売されたので、うん、大丈夫だよ。はい、ありませんでした。かぶりなしです。よろしくお願いします。はい、てなわけでカイマルの尻を探して、いや違う、カイマルの尻を探してるわけじゃない。確かにお尻丸出しだけれども、大五郎だけども。はい、というわけでですね、はい、はい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 、まあ一旦ここで本日のソロ配信は終了です。はい、お疲れ様です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この後、はい、裏配信があります。裏配信ってなんだよ。いかがわしい感じなの。わかんないけど。はい。この後は、マジで、作業配信みたいになりますんで。僕と宮蔵が、最近なんかこの仕事あれだよねとかそういう話しながら、アイテム集めたりとかね、する配信になる。独特しい感じの配信になってしまうので。本当に4時までにはやめてください。いや、宮園も実はね、すごく眠いんだよね、今ね。じゃあまあ、やるだけやってみましょうか。やりましょうかね。じゃあね、とりあえずカイマルを助けるところまではね、みんなも気になるだろうから、気になる人だけ見に来てください。はい、とんでもねえことになっちまった。すいません。なんで私のアクションが下手なばかりに。後で、はいはい、後で文句言います。はーい、後で文句言います。大丈夫です。ではでは、はい、ありがとうございます。とりあえず一旦のところはこちらで、お疲れ様でした。ということで、皆さんおやすみなさーい。本日のご視聴ありがとうございました。猫でした。はい、みやごでした。おやみみ、またね。おやみみです。またね。とんでもない時間になってしまった。猫だよ。